よろしくです。いやー、今月も皆さんお世話になりました。本当にありがとうございます。おかげさまで、がっつり稼がせていただきました。ちょっとね、目標だった、100万円には届かなかったんですけれども、頑張って今月も稼ごうと思います。かくんよろしく。ののんいらっしゃい。ジャックさんはどつ。バンピさんいらっしゃい。みずきちゃんいらっしゃい。よろしくです。本当にね、この仕事っていうのを広めていきたいし、僕自身もがっつり稼ぎたいっていう気持ちがあるんで、皆さん今後ともご支援よろしくお願いします。頑張っていこうと思ってるんで、お願いします。さて、じゃあまったりやりましょうか。どうですか？皆さん、景気は。なんかね、何月ぐらい？いつからだろう？すげえね、売り上げが悪くて、なんでなんだろうなぁとか思って。いやー、めでたいっていうかね、100万狙ってたから、ちょっと先月の売り上げよりは良かったんだけど、あんまりよろしい結果ではなかったかな。ちょっとペースがね、悪かったですね。ただね、いろんな他の仕事とかもいただけるようになったんで、良かったなぁとは思ってますけど、ちょっと思ってたのと違う結果にはなったかな、自分の中で。もうちょっと頑張れたんじゃないかなっていうのは自分の中でありました。ちょっと残念な結果だったね。これはどうなんだろう。この設定は大丈夫か。大丈夫だね。こっちは大丈夫。なんかね、画面の設定変えたんだけど、多分ね、動きがすごいヌルヌルになったと思うんだよね。動きがすごいヌルヌルになって、まあ、カメラの質的にはそんなに変わってないかなっていうか。多少高画質になったかなっていう。ちょっとゴミとかね、汚いのが映っちゃうからあれだけど。多少高画質になったでしょ。はい、猫はどつ、ミールはどつ、はい、ライムさんはどつ。カメラを買ったんですよ。新しく今日。お給料出たんで。今なんでパンチしたん？いや、このヌルヌルの動き？要は残像が出なかったでしょっていう。これね、映画と同じぐらいのフレームレートっていうんだけど、こう、動きが。結構ヌルヌルに映ってるっていうか、1秒間24個まで出力してるんですよ。そう、動きはだいぶ良くなった。やっぱロジクールは安定感があるから、要は、背景とかのブレとかが今後は少なくなると思いますんで、いいパンチ、ありがとう。パンチはあんま良くないかな。自信は持ってるわけじゃないね。大花火がね、ふわっちの方は、ウェブ販売が始まったんですよ。画質は悪くなったように見える？ちょっとね、画質は悪くなったっていうよりも、まあ多少良くなったはずなんだけどね。良くなったはずなんだよ。ただ、俺も体感的にあんまり良くはないかなとか思ってたりとか。なんか微妙な感じ。1万2000円かけた割にはそんなに良くなってないかなとかも思ってて。ちょっと微妙なラインだね、ここは。画質は多分良くなってると思うんだけど、悪くなったように感じる？みんな。どう？へいし ごめんね。悪くなったり良くなったり。悪くなったり良くなったりする？画質が。どういうこと？それ。悪くなったり良くなったりする。画質、シャープさはあるよね。輪郭がすごいはっきり出るようになったっていう。このカメラの特徴なんですよ。ちょっと、まあまあ、こっちの方がいいはずなんだけど、そんなに体感が出なかったっていうか。部屋片したんですよ、さっき。枠で。ワンピさんありがとう。で、釈迦も預かったんで、ここに釈迦がいつもいたんだけど、もう旅に出れる環境が整いました。ケーキありがとう。さて、どこ行こうかね。今月は100撮りたいな。8月は。輪郭がはっきりしてるよね。シャープさがすごいあるっていうか。あと、動きがやっぱり、すごいいいよね。動きが。多分、光の問題かな。切ってみようか。これだとね、暗くなるんだよね。このカメラの特徴で。だからライトがないと、成り立たないっていうか。だからライトつけてるんだけど、久々。
大阪行こうかなと思ってんだよね。リターンリードワード2。おー、ありがとう。東京ワンケイさん、バーガープレゼントありがとう。こんばんは。ありがとうございます。ライトの位置とかも今後考えていきたいよね。関西から関東を目指すか。いや、どんな感じでやろうかなと思って。とりあえず旅は再開しようと思ってますよ。はい、スナップさん、こんばんは。とりあえずみんなで相変わらず一緒に計画立てていこうかななんて思っていて。どこ目指そうかなっていう感じかな。釈迦のご飯一週間買って、のんちゃんが連れて帰ってくれたから大丈夫だと思うんだよね。はい、こんばんは、皆さん。楽しんでいってください。いやー、でもまあ、頑張っていこうね。頑張っていこう。みんなでいい生活になれるように頑張りましょう。何日ぐらい新宿離れる予定？そこまだ決めてないんだよね。なんで？スナップさん。全然考えてないけど、なんかあった？そうそう、自由にやってこうっていうのがスタイルだから、自由にやってこうかなとは思ってるけど。ジャックさん、ありがとうね。すげえ、その一言は俺の中で勇気が出ます。やりたかったんだよ、本当は旅は。でもなんかその、まあ契約の関係だったりとかさ、いろんなそのコラボとかがあってさ、出るに出れない状況だったんだよ。背頃終わって体も壊れてたし。まあ、1週間ぐらいで治ったけどね、10日ぐらいで。で、なんか約束破るとかさ、すごい誹謗中傷、ひどい、なんかお前裏切るのかとか。まして一番傷ついたのはさ、お前旅の資金を花火でこじってたろって言われてたんだよ。俺そんなこと一回もやったことないのね。旅をしたいんで、旅代をくださいなんていうこと一回も言ったことなかったのに、なんか鮫島さんとかがなんか結構語弊を与えるようなことを言ってて、すげえなんかリスナーさんに誤解を与えててさ、俺そんなこと言ってねえのにな、みたいな。言い訳じゃないけど、言ってないことは言ってないから、すげえ、なんか、イライラしてたよ。ありがとう、ふわっちさん。いや、傷ついたっつうかさ、やっぱ影響力があるじゃん？鮫島さんとか、ドレさんとか。で、明らかに、自分の憶測で話してることをさ、事実のように言うじゃん。和道はその旅の資金をこじってたっていう。違うんだよ。俺は収入が上がったら旅に出るの夢だったから、収入上がったら旅に出ようと思ってるんだよねって言って旅をやったの。で、続けたかったんだよ、俺も企画を。そう、絡んでくるっていうか、そうそう。で、やっぱりさ、書類関係のこととかさ、あったりとか、釈迦のこともあったりとかさ、やっぱり難しかったんだよ。で、いろいろその月末までに調整をしてて、で、なんとかできるようになったから、それはご報告しようと思ってて。どうしようかね。まあまあ、絡みも出てくるし、捨て頃っていうのがあったから帰ってきたっていうのもあったしね。他の仕事もあったから。そう。でもまあ、ね、それでリスナーさん200人ぐらい減っちゃったんだけど、まあね、3300人近くの人はさ、ちゃんと情報を正しく受け止めてくれてたから嬉しいなと思って。そうそうそう。ミルが言う通りで、なんつうの？伝わってる人には伝わってるからよかったなと思って。伝わらない人とかさ、情報を歪めて聞く人とかはさ、何言っても聞いてくれないわけじゃん。そこはどうしたらいいんだろうっていうのは苦悩したよね、俺の中で。違うことを違うって言ってんのに嘘つきって言われちゃうから、配信って難しいなとか思って。でもまあ、どしっと構えるしかないよね。わからない人にはわからない、伝わらない人には伝わらないんだっていう風なことを割り切ってさ、配信者だからって言って。そうするしか俺にはなかったんだよな。まあ、辛かったっすね。
ここ数日というか、本人の口から以外は信用できない、特にネットでは。俺もそう思う。一次情報、二次情報って言うんだけど、俺から聞いたよっていうのは二次情報なのね。三人目に行ったら。で、三人目が誰かに話したら三次情報ってなるんだけど、要は鮫島さんが話したことって二次情報じゃん。ドレさんが俺のこと話したら二次情報になるの。だから解釈が入るのよ。で、今の時代ってネットの良さっていうのは一次情報、ソースって言うんだけど、ソースを取りやすくなってるのね。だけど、それをね、しない人が結構多くて、これリテラシーの問題なんだけど。正論を語る？そう。山田さんいらっしゃい。まあ、いつも通りね、固定の考えっていうか、この人はこういうふうに違いない。この人はこういう人間だって好きな人が言ったらさ、好きな人のフィルターが入るじゃん。で、それに惑わされる人がすごい多くて。で、やっぱり数って力なんだよ。そういう意味では。インターネットの世界では。インターネットの世界だけじゃないけど、数って人を動かせるじゃん。で、考えない人って結構いるのよ。で、あのちゃんいらっしゃい。考えない人、大衆を動かすことができるのよ。要は、イメージを変えちゃうことができるでしょ。で、別に俺はさ、ダメなところはダメって認めてるしさ、なんだろう。できなかったことはできないって認めてるんだけど、なんでそれを誰かに言われないといけないんだろうっていう辛さとかもあって、やりたいのは俺が一番やりたいのになっていう、俺の夢なんだから。だから、根本的なことはブレてないけど、人の夢をとやかく言うもんじゃないよね。本当に。人がやってることとか、人のことをとやかく言うっていうのは、責任があることなのになっていうのはつくづく思ったかな。本当に。この数週間で。まあでもその中でね、本当に支えてくれてる人とか、応援してくれてる人が多くいたっていうのは、俺にとって宝だから、まあ、ね、ある意味ね、ふるいにかけたっていう言い方は変かもしれないけど、まあ、ついてこれない人はついてこなかったっていうだけでよかったかなと思って。そうそう、人に振り回されずに済んだから、自分のやりたいことをやっぱり、追求していくのが一番いいなと思ってて、そういう風な感じでやっていこうと思います。プラッと旅に出ようか、本当に。何かに縛られるさ、気分で動こうか、今回は。どこどこ行きますとかじゃなくて。明日のフライトとかでなんか安いのあるかな？調べてみようか。今日は何日？今日は4月の30日か。明日から、いや、今からでも出れるよ。もう本当に。極端な話。まあ、バッテリー充電しないから、充電しとこうか。いつでも出れるように。ぐらいバッテリー差してなかったのに28%もあったのよ。全然減ってなかった。自由に、自分にも。そうだね、俺は本当にそれをドレさんとの人間関係の中で本当に痛感して、自由って心の中にあるんだっていうことを最近学んだんですよ。お金があるから自由になれるっていう要素とかももちろんあるんだけど、本当は心なんだよね。気持ちが自由だったら何にでもなれるっていうか、逆に気持ちが自由になってなかったら、何にもなれないっていうか、本当にそれは痛感したかな。やりたくないことは、ノーはノーって言わないといけない。ノーを言うことが自由にすごいつながってるの、表裏一体っていうか。だから、ノーが言えなくなったら、俺は自由じゃなくなるって思った。ケイさんいらっしゃい、こんばんは。
なんかその子供の頃から苦手だったのが正論とか正しいとかって俺その事実をと解釈っていうのを子供の頃からすごい意識をしていて、この人が言ってることは事実なんだろうか、この人が言ってることは解釈なんだろうかっていうことをすごく気にするんですよ。カルルメンボシュ、ごめんなさい、コテハンが何なのか分かんないので、なんてお呼びしたらいいですか。僕はですね、あの旅とかをルールを設けていて、旅配信中、カメラが回ってる時だったらどんな人でもリアトツを受け入れるっていうのが僕のスタイルなんですよ。あと家で雑談やってる時は電話は誰でも受け付けるっていうのが僕のスタイルです。で、プライベートでカメラが回ってないところで差しで飲みたいとか仕事の話がしたいっていうのは1時間3万円いただいてます。なので、あのカメラが回ってる時だったら、あのコメントで今どこどこにいるんだけど、もしよかったら今から飯食わないとか、あの恋に移したりとかは絶対しないので、あの放送が仕事なんで、あのそれだけで仕事をストップするようなことを言われる場合は、あの3万円いただいてます。はい。なのでカメラ回ってる時に今どこにいるから合流してもいいみたいな、そういうノリであのやってもらえると全然助かります。でステッカー今回も2枚用意してあるので、ステッカーを、買ってくれる人は言ってください。買うっていうかね、支援をしてくれた人に1000円支援してくれたら1枚プレゼントっていう形を取らせてもらってます。で郵送販売の場合は、LINE に連絡いただければと思ってます。エココロジカルメンさん、エココロジカルルメンになってるよ、うん、カルメンさんって呼ぼうか。じゃあカルメンさんよろしくです、うん、カルルメンになってるよ、コテハンが。うん、ぜひぜひお茶でも何でも、それがまあ僕のスタイルなんでよろしくお願いします。俺から用がある場合っていうのは、俺からカー君に用がある場合っていうのは、あの例えばその飯食おうよとか言ったりとかする場合はダメ。でもプライベートでカメラ回ってないでちょっと話したいって言われたら、俺は3万円カー君からも取る。ごめん、飯おごるとかじゃなくて、もう仕事で本当に奥狙ってこうと思ってるからさ。あの、配信回ってる時だったらいいし、俺からちょっと用があってっていうのは金取ったりはしないよ。あとね、もう一つ、あの、決めていて、実はね、その、パチスロアラジンで写真撮らないでくださいみたいなこと言ったけど、最近実践してるのが、俺外に出た時とか、いや、例えば銭湯行くとか、これからバーで飲むとか、プライベートの時間あるじゃん。その時にね、ツイッターであげようと思ってんの。で、もし、もうリアトツガンガン受け付けようと思ってて。要は、俺今どこどこのバーで飲んでるから、プライベートで会いたい人来ていいよって。そういう風に俺から言ってる時は金取らないっていう。うん。まあ、多分、うん、理解があると思ってるから、俺の考え方とか、俺の思想みたいなものを、カー君は受け取ってくれる人だと思ってるから。俺そこは大丈夫だと思ってる。うん。1分500円。ね、俺は12時間だいたい放送やってるんですよ。で、まあ、時間の交通手段のロスとかいろいろ計算したら、1時間3万円もらわないと億万長者になれないと。俺が配信やりたくて億万長者に向かってるのであれば、それは俺が失敗したことになるじゃん。俺が責任取れるのよ。ただ、俺の夢を邪魔するとか、遮る行動をするのであれば、3万円払うのが普通じゃん。俺の考え方間違ってるかな。で、じゃなかったら俺会わなきゃいいだけだから。だから、俺の夢と関係ないことをやるんだったら、俺の夢を補填してくださいっていう意味合いなの。俺は億万長者になることがミッションなわけじゃん。そこに向かって走らないといけないわけよ。10年以内に億万長者にならないといけないわけだから。で、その夢をストップさせる行為をするんだったら3万円いただくっていうのが、そう、俺の考え方、今の。本気で億取りに行きたいっていうふうに考えてるから。ちょっと苦しいんだけど、そこは理解していただきたい、本当に。そう。配信回してたらだって稼げるわけじゃん。うん。ありがとうはどう？心のあり方、旅、自由などを学べた。いえ、全然、学ぶっていうか、俺はね、なんか誰かに物を教えるっていう態度が嫌いなんですよ。もうシェアの時代で、できるやつはどんどん勝手に上に行くし、勝手に盗んでいくもんだと思ってるから。だから俺もリスナーさんから学ばせてもらってるし。なんか教えてないですよ。お互いなんか、その経験したことをシェアしていきましょう
俺は和道さんが中途半端だったら怒るけど、中途半端じゃないから、ちゃんと協力も理解を。ああ、ありがとう。すげえ嬉しい。配信にか、他のことは超中途半端な、俺。どうでもいいことは超中途半端なのよ。さっきの50万で家買うとかさ、うん、楽しもうみたいな。ただ配信に関しては俺ブレてないから、本当に。それくらい徹底してやってきてるから。今月のね、ちなみに、昨日までのスコアをちょっと発表します。営業日報ね。スコアっていうのはどういうことかっていうと、220時間放送しました。わ かる？常軌を逸してるのわかる？これで。1ヶ月の間に220時間放送が回ってる時間ね。これ。俺が、やったの。で、220割る31日か、昨日までだから。221時間割る、30日は。そうすると、1日平均7.3時間放送やってたんだよ。で、その他に飯入ったり、風呂入ったり、買い物行ったりとか、商談をしたりとかがあるわけでしょ。いかに常軌を逸してるかわかるでしょ。配信に対して。で、本当に、誰かにとっての2時間ぐらい、ただで会えよって。そんな金金すんなよっていうのは違うんだよね、俺からすると。この時間を削られるんだよね。お仕事だよね、完全に。それでも1日だけ休んだけどね、俺は。はい、こんばんは、ボンちゃん。30時間労、30日労働。で、しっかり俺は向き合ったから。そう。それでね、なんかね、遊んで稼いで羨ましいなとか言われるとね、やることやってねえだけなんじゃないのってなるでしょ。4年間積み重ねて喋りまくって、俺は全部晒してきたぜって。その料金が、その対価として俺は今があるんだって思ってるから。それはもうブレてない。俺は絶対億万長者になる。で、配信でぶっ飛んで成功して、で、子供たちに、ワードかっけえって言わせちゃう。子供ってすげえんだよ。敏感なのね。めちゃめちゃ敏感な存在で、かっこいいもんはかっこいいって言っちゃうんだよ、子供って。本能で見抜くの。だから子供たちに、ワードの生き方かっけえって気づかせたいよね。そこまで持っていきたいな、自分を。本気で。で、中途半端にやる、中途半端にやらないって、俺心次第だと思ってて、本気でやってるかどうかだと思ってんのよ。24時間って人間に与えられた平等の時間じゃん。で、別に寝なければさ、いくらでも稼げるし、いくらでもスキルアップできるんだよ。そう。だから他人が羨ましいとか言う前にさ、自分がその、なるべきものに向かって、今を変えたら未来は絶対変わるわけじゃん。だから今を変えようっていうのに必死な人間は、中途半端な人間じゃないと思うよ。そうだね。まあ、本気、本気、本気は本気でやってきたんだけど、みんなが言うところの努力とか本気って、普通の人が言うところの努力とか本気とはちょっと違うかもしれない。今、いい感じでリラックスできてるんだよ。そう、パフォーマンスを上げるっていうことってすごい重要なのね。で、頑張ります、頑張りますみたいなやつって可愛いじゃん、新人で。でも、それが許されるの、新人で、だけで、10年経ってそれやってたらダメなんだよね。5年経ってとか3年経っても。そう。がむしゃらに頑張んなくちゃいけない時期もあるんだけど、リラックスして最高のパフォーマンス出して、リスナーさんと一緒に楽しいことをやるのが一番の仕事だっていうことに気づいたから、本気なんだけど、心のメンテナンスであったりとか、リラックスすることとか楽しむことっていうのはすごく意識してやってるかもしれない。今は。億万長者稼ぐには月に、億万長者は月に億稼げるようになる計算？累計で、あ、累計じゃない、月にじゃないよ、ちなみに。億万長者の定義を言おうか、自分の中の。1年間で、収入じゃなくて売上を億作る。で、なんで俺の場合売上と売上なのか。普通収入じゃん、年収1億だから。だけど俺の場合ネット商売で自分を売る作業だから、原価がかかってないのよ。何か原価があるものを仕入れて売るっていうスタイルじゃないから、そう、生き様がそのまま収入直結するわけじゃん。だからそれでいいと思ってる。1年間で売り上げ、要は放送のポイントであったり、ステッカーであったりとか、そういったトータルのもの、和道っていうブランドで稼ぐっていうので1億円っていうふうに、1年間で1億円稼げばいい。で、例えば9999万円で年度が締めちゃったと。そしたら俺の中でこれは達成できない。
この10年間っていう10回チャンスがある中で1回取るっていうのが俺の夢、今の。そう。1ヶ月に840万円を、12ヶ月連続で取れたらいい。もしくは、1日で1億円取れてもいいんだよ。例えば、リスナーさんがブーンって来て、ワド、1億欲しいんだろ。で、これで終わり。簡単でしょ？簡単でしょ？ヘリコプターでズババ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 つって、新宿に降りて、ワド今から来いっつって、今度なんだっつったら、アタッシュケースをされて、おう、1億円だ。使えって。それで俺の夢は、達成です。それで全然構わないですね。俺の夢はそういうもんです。うん。そう。だから自分を売るっていう計算かな。うん。だから、その、まあ、840万ちゃんと取っていくっていうのもありだし、1回、もう1分で稼いじゃうっていう手もあり。そう。だから、俺、それのチャンスを広げるっていうか。うん。それが俺のやり方だね。うん。うん、だそのために走る。とにかく。うん。夢というか幻想かな？あなたにとって夢と幻想の違いって何なのかな？うん、夢って達成不可能なものだでいいと思ってるの。で、俺は夢は叶えてきたのね。全部。うん、で、どこが幻想だと思う？逆に、うん。あなたができないから、あなたが幻想だと思ってるだけだと俺は思う。うん、そうじゃない？けむりさん。俺にはできるんですよ。あなたにはできないかもしれないけど。俺は自分で掲げた夢っていうのは全部叶えてきたの。俺が10年以内に1億円稼ぐって言ったら絶対稼ぐから。大丈夫だよ。うん。あなたが稼げるか稼げないかは聞いてないから。そこって結構重要なことなんだよ。あなたを物差しで俺を測られても困る。俺は俺の物差しで自分の人生決めるから。いや、キッズが多いんだよ、夏だから。キッズが。だから自分ができないからって言って、人ができないっていうのは、配信だけ、まあ、グッズとかも入れようかなと思ってるけど、あとギャラ？その喋りとかの、ラジオとかテレビ出演とか、本とか。要は、和道っていうブランドネームに関わる全てのもので、俺は何でもいいと思ってる。うん。声途切れます？どうでしょう？声途切れない人は手を挙げてください。声途切れたり映像が止まる人は手を下げてください。声大丈夫ですか？声映像。問題なかったら手を挙げてください。アメリカの配信者で、あ、余裕でいるよ。余裕でいる。だし、セブンティーンっていうサイトは、たった一枠で、1回の枠で3000万稼いだよ。そう。だから全然夢じゃないの。日本のマーケットが小さいだけなのよ。みんな大丈夫？うん。ミュールだけだね、声が途切れるのは。じゃあ。ナイトさんありがとう。カルメンありがとう。うん。みんな大丈夫みたいだよ。途切れ途切れなのは、カー君とミュールだけみたいだね。他の人は問題なく聞こえてるって。誰かみんな問題なく聞こえてるよって教えてあげて、カー君とミュールに。うん。らしいね。ちょっとそれはなんでなのかわかんないな。もしよかったら設定変えてみてよ。高画質とか自動とか低画質とか音声だけとかいろいろあるから。一回で3000万の人いるね。夢じゃない。ただ香港とか中国のマーケットがチップの文化っていうのがすごいっていうのがあるから。スナップさん問題ない。ありがとうございます。旅再開って何ですか？ワドさんの最近配信見始めたんで。あ、俺もともと、リア凸の旅っていうのをやってたんですよ。これなんですけど、1万人リア凸の旅って言って、1万人のリスナーさんに会いに行くっていう旅をやってました。で、捨て頃とか仕事が忙しくてちょっと中断してたんですよ。一番下に書いてあるけど、コラボイベント企画の仕事がある場合は帰宅しますって書いてあるでしょ。帰宅をしてたの。だから簡単に言うとリスナーさんに会いに行くって感じですね。今、あ、ちょっと待ってね。今何人なんだろう。あれ？表示されない。リア凸人数が、ちょっと待ってね。
宿津人数109名の人と関わりましたね。ちょっとこれ日数もう削るね。何日か覚えてないから。よいしょ。これでいいか。うん。こんな感じです、今。皆さんもしよかったらリアドツに来てください。109名です、今のところ。入り直したら治った。ああ、ありがとう。ありがとう。情報ありがとう。教えてくれて。ありがとうございます。ちょっと、ふわっちのサーバーがバグってんのかもしれないね。もしかしたら。うん、大丈夫だね。疲れますよっていうか、もう不可能って言われてるね。だけど、この1万人のリアトツの旅が俺のやりたいことに直結してるから、うん。もしよかったら俺の夢叶えるための一人になってよ、うん。テレビで中国の配信サイトでは、バック率が 90% で億万長者がたくさんいるってやつだ。時代は変わったね。本当にそうっすよね。で、YouTube 投げ銭 100% だからね。だからもしよかったら、YouTube ライブももしかしたらやるかもしれないんで、今830人ぐらいなんですよ。で、下にテロップが流れてると思うんだけど、そこの URL ポチって押すと、YouTube、僕のチャンネルが出るんで、チャンネル登録ぜひしといてください。名古屋も行くと思いますよ。日本全国行くのが僕の旅なんで。うん、体調崩さないように気をつける。ありがとう。みんなで一緒に楽しみましょう、人生を。ただね、お財布の整理とかもやっていかないとな。旅があって。ちょっと領収書が溜まりまくってるから。ちょっと領収書ぶち込むわ。片付くと物がどこにあったか分かんなくなるっていうね。リアトツいくら持っていけばいいですか？リアトツは無料でできますよ。ただ、もしご支援1000円していただいたらステッカーをプレゼントしています。なので、旅の支援していただける方は、1000円につき1枚ステッカーをプレゼントさせていただいてます。例えばね、リアトツナンバー知りたい人は何人目のリアトツですってお伝えするので、何月何日、リアトツ人数、シャープ何番って書いて、メッセージとか名前とか僕がサイン入れたりとかもするんで、もしよかったら声かけてください。いや、会社はね、年収1000万ぐらいになったから考えようかなと思ってて、まだ法人登記するメリットはないかなと思ってて、個人でいいやと思って、まだ安定して稼げてる。あ、もちろんもちろん、多い人だともう本当に10万円とか、3万円とかもいるんで、本当ご支援は、受け付けてます。で、もし、会いに行く時間がないっていう方がいたら、ネット販売もしてますんで、ネットは販売をしてます。早く欲しいんで、ステッカー、インターネットで、手に入れたいっていう方は声かけてください。最近かそってる？いや、俺200人ぐらいだよ、ずっと。あんまり変わってないと思う。かそってないね。俺はずっと安定して200っていう感じ。おやすみ。200行ったり行かなかったり。まあ、調子いい時で200。
ああ、まあ400とか行くときもあるか。ランシドとグリーンでいいかな。ランシドとグリーンでと、あとインディーズだとライブハウス経営してたりとか、あと、まあ、インディーズのライブはもう小学2年生ぐらいから行ってたけど、日本のアーティストはないかな？グリーンデーとランシドぐらいしかないかもしれない。あと、クリフエッジの解散ライブは誘われたかな？日本のアーティストだと。セブンティーで1回3000万円って17最高記録ってこと？日本人じゃないです。最高記録ですね。でも最近の話みたいですよ。俺は前回の枠で2万円分ぐらい1枠でいただいたかな？ライブはそんなに行ったことないと思う、俺自身。なんでね、もし個別で連絡くれる人は、LINE とか Facebook とか Twitter とかいろいろやってるんで、もしよかったら、LINE も登録しておいていただけると嬉しいです。Twitter のフォロー、YouTube とかね、いろんなのやってるんで、もしアカウント持っていたら、ぜひ協力していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。音楽はもう10代以降聞いてないかな。自営業始めてからもうずっと音楽聴かなくなっちゃってたから、音楽楽しめるようになりたいなと思ってる。はい、ゴンタワザツーいらっしゃい。楽しんでて。いらっしゃい。600？ キューピーから600、2ヶ月後が大変。ん？キューピーから600ってどういうことですか？あと、アントンさん、ごめんなさい、一応、ワドーって名前があるんで、あんまりお前っていきなり言われるのはあんまり気分が良くないんで、呼び捨てでもいいんで、ワドーって呼んでいただけると嬉しいですね。申し訳ないんですけど。お前って言われるとなんか、悲しくなるんで、申し訳ないですけど、ワドーって呼んでいただけると嬉しいです。はい、ワド2、ゴンタ、いらっしゃい。LINE 送らせていただいた。はい、確認します。LINE。LINE は、ん？これかな？了解です。ありがとうございます。ありがとうございます、カルメンさん。そうなんだよね。いっちゃんが今、一軒家買ってくれ、買ってくれって言われてて、すごい困ってるんだよね。どう思う？大分に50万で一軒家90坪手に入れるっていう話。みんな賛成？ 俺結構楽しいかなと思ってんだけど。なんかみんなで1万円ずつぐらい出し合って、俺の名義になっちゃうんだけど、みんなで自由に使える空間っていうか、大分に作るっていう 場所がね、ちょっと微妙だけどね、大分っていうのが。はい、ワード2、J さんいらっしゃい。愛の美奈子さんいらっしゃい。花火ですけど、今、クラインという人が放送やってるんですけど、あれとワドさんの放送どう違うんでしょうか？謎です。花火ですけど、いや、花火ですけどがちょっとよくわかんないんですけど、クラインさんも僕も、同じような放送ですよ。同じ配信サイトなんで、同じルールでやってます。大分、ちょっと微妙だよね。何が余談だ？意味あるのか？いや、意味は別にないですよ。ひばりさんいらっしゃい。楽しんでるだけなんで。楽しく、みんなで遊んでるだけなんで。
意味は各々で見出したらいいんじゃないですかね。意味があるかどうかは僕にはわかりません。僕は楽しいことをやってるだけです。旅再開しようと思ってるよ、うん、どこ行こうかな。なんかおすすめのディープスポットとかある？地元の人しか知らないようなところ行きたいよね。面白そうなところ。どこ行こうかな。今日はこの後用事あるんで。あ、またまた、ぜひ。かーくんありがとう。お疲れ。かーくんまた来てね。どこ行こうかな。温泉入りたいっていうのあるから、温泉街通過したいよな。日本秘境で検索してみようか。江ノ島？日本。あ、確かに神奈川通れるもんね。秘境。あ、いいね。うん。江ノ島行くか。海ね。あ、水着も持ってかないとね。確かに確かに。へー。飯田線？海外はね、今年アメリカに行きたいなと思ってますね。おい、アンズさんワード2。どこ行こうかな。あ、ありがとう。アヤリン北海道なんだ。じゃあ LINE 送っといてよ。北海道なんで、で、メッセージ送っといてくれたら覚えておくからさ。どっから行こうかな。いよいよだね。お待たせしてごめんね。うん。うん。LINE はプロフィールページに書いてあるんで、リスナーの皆さんぜひ LINE を送っといてください。どこ行こう。一個行きたい場所があって、あれは行きたいなと思ってんだよね。神奈川の工業地帯に綺麗な場所があって、そこは綺麗だなとか思ってるよ。トキさんはどつ？日本列島ちょっと Google マップ見てみよう。日本列島 AJT さんいらっしゃい。どこ行こうかな。神奈川、川崎、相模原。うん、旅再開だね。縄文人いらっしゃい。やっと落ち着いたね、書類関係、コラボ関係が。有言実行の和道が見て、あ、そういうのめんどくせえわ、AJT さん。俺言ったことは全部やってきてるから、そういうね、なんか揚げ足取りみたいな発想が嫌いだから、うん、あんまり、その有言実行が見たいとかそういうのいらない、うちのリスナーに。うん。別に、普通に俺がやることを応援してくれる人だけでいいから、うん。めんどくせえわ。申し訳ねえ、AJT さん。普
普通にただ俺がやりたいことやるだけだから、うん、別に誰かの期待を込めてやるわけじゃないからさ、普通に楽しいことシェアするだけでいいじゃん。めんどくせえわ。おい、なみにゃんはどつ、有言実行がどうとか、あのプレッシャー与える行為いらない俺には、うん、やりたいことやるだけっす。日本列島が見えねえの、なんだろう、 Google マップバグってんな。わだかじまっていうのがいいの、ミラクルさん。うん、そう、釈迦のんちゃんが預かってくれてるから、うん、いよいよですよ。ワクワクするね。冒険しよう、みんなで。もう今日出るか。どうよ、今日出るか。充電終わったら、後ろのラックすっきりしたっていうかね、漫画がこうやってずらーっと天井まで漫画ですね、後ろの壁ね、あと天井まで、本棚です、漫画です。よいしょ。どこ行こうかね、今考えてたところ、どうしようかなと思って、逆にどうするって感じだね。いいもんちゃんやん、一緒に行くんだよ、任せる、ついていくよ。、うん、今日行っちゃおうか。行動力半端ないですね。だってさ、地球に生まれてさ、地球中どこでも行ける時代だよ。冒険するしかないでしょ、男だったら。こんな時代ないでしょ。どこでも行けるんだよ、俺ら。無敵でしょ。そうそう、8月。いや、三重に行くっていう、なんで？なんで勝手に三重に行くって。俺そんなこと言ってないよ。コメントを読んで、コメントは俺の発言ではないからね。風船ありがとう。あーさん、風船ありがとう。あ、大丈夫。あの、天井までね、突っ張り棒でメタルラックかましてあるから、あの、ほら、天井に突っ張り棒になってんの。だから、大丈夫よ。よ、二つ、天井にがっちり組んであるから。揺れない、揺れない。家が倒壊するぐらいのことがない限り、大丈夫、一応。家が倒壊したらもうそれは死ぬだからね、イコール。それはもう俺は責任取れないよ。それはもうどうしようもないって。行動力っていうわけじゃないけどね、自由にやってるだけだよ、本当に。やりたいこと。まあ、プロフィールページにも書いてあるんだけど、あの、好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやるっていう。天井抜けるか。むしろ突っ張り棒になってるから、柱が一個できてるような感じだから、いいと思うよ。断捨離は興味ない、あるっちゃあるけど、物欲がすごいから、俺。うん、ミニマリストとか無理だもんね。まあ、すごいなと思うよ。無駄なものがなくて。ただ、物が好きなんだよね、子供の頃から。物に囲まれてる生活が楽しいから。でしょ。うん、そう、コメントに書いてあることは俺が話したことイコールではないから。リスナーさんの意見が書かれてるだけだから、コメント欄には。うん、三重とかどうって話したから。うん、安心した？衛生兵さんありがとう。そうだね、北の方行くべきなんだけどね、本来は。あの、下っていっちゃうと暑くなるから、それは本当にそう思う。あと、15キロぐらいのカメラ買ったよ。今、その映像。だから、ぬるぬるなはずの。すごい動きが滑らかでしょ。ほら。うん。光の、あの、画質がちょっと、なんていうの、シャープな感じっていうか、輪郭がはっきり出るようなカメラになって。ただね、アクションカムソニーの7万円ぐらいの買おうと思ったんだけど、ウェブカメに代用できなかったんだよね。だから普通にロジクールの最高級のウェブカメラ買った。今何が欲しい？とりあえず100万円、収入100万円っていう実績。俺100万円プレイヤーだってそろそろ名乗りたくて。
今一番欲しいものは100万円プレイヤーになったっていう実績だから、花火が一番欲しいかな。本当に。実績が欲しい、配信者としての。滑らかでしょ？すごい。軽井沢とか、軽井沢ってどの辺にあるんだろう？温泉行きたかったからいいかも。軽井沢と。軽井沢。どの辺だ？滑らかだよね、すげえ。軽井沢。うわー、いいとこだな。すごいね、軽井沢。冬の北海道は地獄だよね、本当に。あー、結構遠いな、軽井沢。どうする？北行く？おー、リーちゃんいらっしゃい。久しぶりだね。この前、仙台まで行ったんだよね。気仙沼、石巻。仙台まで行ったんだよね、確か。柏島っていうのが何県かわかんないかな？聞いたことない。どこまで行ったんだっけな？気仙沼がここでしょ？仙台まで行ったから、仙台、岩手の手前でしょ？仙台どこだ？あ、気仙沼まで行ってないのか。宮城まで行ったのか。上がっていってね。日本海側ってどうなの？山形とかさ。目的なしで行くよ。コメント拾いながらプラプラ歩く感じだよね。日本中を。軽井沢、長野か。関西の方に行くっていうのも手だしね。群馬か。群馬もまだ行ってないね。今のうちに北海道行っちゃうっていうのも手だよね。いやー、楽しくなるぜ。九州も行ったよ。沖縄までワープしたかんな、この前。那覇までワープしたかんな。那覇ってこう考えると小さいんだな。すげえ小さい。千葉より小さいんだ。さいの目？サイコロ転がして。新潟は関東より過ごしやすい。どこ行こうかな。部屋きれいにしたもん、さっきの枠で。りーちゃん。片付け。要は旅の準備の一つだね、これも。旅待ってました。真中美さん、お待たせー。お待たせー。どこ行こうかな。で、今回自分を縛るためにあれだから、もう金持ってかないから。貧乏旅やるから。リスナーさんから言われたのが、食費3万円、お小遣い5万円。今月のお小遣いリスナーさんに決められちゃったから。食費が3万円。食費3万。で、お小遣い5万円です。これで旅します。いいだろう。こういうの好きだろう、お前ら。なあ。裕福な旅なんか見たくないだろう。1ヶ月で、食費3万。5万円お小遣い。いいだろう。稲ちゃんマークいらっしゃい。バカありがとう。いいだろう。これで行くから。差し入れとか、飯をおごってもらいたいかな。一応ルールは決めてて、差し入れ荷物になって15キロぐらいの荷物背負ってるから、捨てたくないんですよ。で、実際旅で差し入れもらっても捨てるだけなんで、正直。だから、どちらかっていうと宿泊移動手段、アイテムの支援が一番いいですね。あと飯をおごってもらうとか、宿泊、まあ、車出すよとか、で、アイテムの支援。これがルールですね。差し入れは、なんか、ちょっと食べれる、ね、アイスとかさ、ペットボトル1本とかでも、何人も来るとさ、ペットボトルだらけになるから、荷物になるんだよ。本当に重たいのね。だから、できれば、飯今から食い行こうよとか、車出すよとか、ちょっと隣の島で送るよとか、県またいであげるよとか、そういうのがありがたい。自炊できないのに3万円厳しいよね。
でもまあ、貧乏旅でいいんじゃない？これが。うん。佐渡島行ったことないですね。これで今回の旅は行こうと思います。お金は。あと水着も持ってってね、ところどころ海、海水浴しようね。おい、ロホコさん、若つゆ。俺旅再開するよ、また。旅に出ます。あ、ステッカーも準備しないとな、そう考えると。ステッカー、準備していかないと。移動手段は、こだわらないっていうのが僕の旅の醍醐味で、リスナーさんの車出してあげるって言われたら甘えるし、逆にその地元の人たちにディープのスポット聞きたいの。ネットに載ってない情報とかを探っていきたくて、心霊スポットがあるよとか、あそこに変な人住んでるよとか、あそこの景色綺麗だよっていうのを地元のリスナーさんに聞いて、で、よく送ってもらってたね。車で。そう、車持ってる人、地方の人は車持ってるから、新幹線乗る時もあるでしょ。それはだから気分でって考えてる。阿波踊りいつだっけ？四国行く？まあでもさ、沖縄みたいに豪遊しててもね、あれはあれで面白かったけど、ああいうのはまあ、ね、2年に1回とかでいいかなと思ってて。飯は割り勘。できればおごってもらいたいね。で、割り勘ぐらいだったら一人で食いたいわ。気使うの嫌だから。うん、車出してくれんの？ありがとう。阿波踊りっていつだっけな。阿波踊り見に行く？また。よいしょ。阿波踊り徳島。阿波踊り、うん、ねぶたとかもいいね。あ、そうだよね。阿波踊り見たからねぶたもいいかもしんないね。ねぶた見に行く？いいんじゃない？それ。ねぶたいいな。阿波踊りは8月の12から15か。ねぶたは？ねぶた祭りは。ねぶた祭り。ねぶた、ただ青森とね、徳島全然違うからね、次。四国はまあ回ったかんな、一回。青森。でも青森にリスナーがいるのかって話だよね。あー、ちょうど被ってるじゃん。あ、被ってないか。そんで北海道。ねぶたはいつだ？ねぶた祭りあった。1日、明日じゃん。ねぶた明日じゃん。今関西行っても蒸し暑いだけ。ただリスナーが待ってるからね。明日から7日間やってるな。なるほど。今から出れば間に合う。今から出るしかないのかな、やっぱこれ。きりたんぽ、マジで？ありがとう。きりたんぽって何なの、あれ。食ったことないわ。今から行けば間に合う。今バッテリー充電中だからちょっと待ってね。何パーになったか見てくる。24%だったから。充電しようか。36%か。36%だわ。多分ね、8時間ぐらいかかるかな。自由が売りだかんね。あ、ミーコいらっしゃい。部屋綺麗にしたよ。もう旅に出るからさ。うん。じゃあ、1時間経ちましたので、アイテムよろしくお願いします。2分間音楽流すので、応援してくれる人、番組を協力してくれる人はアイテムください。お気持ちで結構です。できれば、花火ください。それではアイテムスタートです。今日出発だね。
たった今からみんなで一緒に旅に出よう。はい、モイストさんバーガープレゼントありがとう。モイストさんありがとうございます。ありがとう。のんちゃんバーガープレゼントありがとう。音割れてるね。ロホさん風船4個ありがとう。ジェイさん風船5個ありがとう。最近花火上がんねえんだよな。なんでなんだろう。花火さんカモン。キキさんぜひぜひご縁がねあると思うんで、風船ありがとうございます。キキさん、ニャコ風船10個ありがとう。リーさん風船ありがとう。バンピさん風船20個ありがとう。ありがとうみんな。きりたんぽはお米を潰してプシンさせて、はい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 。あ、そういう感じなんだね。アイテム切れ。ゴンタありがとうね、いつもね。うん。えい、黒忍者さんありがとう、風船。ありがとうございます。今日、旅に出るんで、これから。トキさんバーガー10個ありがとう。みんなで一緒に楽しみましょう。トランクさんありがとう。トランクさんありがとう。花火千葉のどの辺ですか。千葉のどの辺、もしよかったら LINE で千葉のどこに来てくれってメッセージください。トランクさん花火ありがとう。ご覧の番組は、アイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでいってください。それでは雑談します。ありがとう花火。よし。おお、すげえ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 。大花火ありがとう。トランクスさん大花火ありがとう。すげえ。ハッピーさん風船ありがとう。おお、サボちゃんいらっしゃい。サボちゃん花火ありがとう。うん。充電終わったら、今バッテリー充電かましてるんで、ちょうどだから、ね、日をまたぐでしょ。行きましょう。雑談をしばらくやって、そのまま家出ちゃおう。社会ないから今。もうのんちゃん預かってくれてるから。お花火ありがとう。ハッピーさんも風船ありがとう。みんなありがとう。じゃあ千葉寄る？せっかくトランクスさんにお花火もいただいてるから、千葉経由してどっか行こうか。千葉駅付近だったらね、ね、歩いて千葉目指そうか。ありがとう。トランクスさん花火ありがとう。ありがとうございます。たくさん。千葉行こうか。じゃあ歩いて。千葉はね、栄町の方で会社やってましたよ僕。栄町だっけ、栄町だっけ、あの川があるでしょ、駅前のフクロウ交番のところに川が流れてて、でスマットスマットの向かい側で会社やってました。多分ね、トランクスさんは爆笑すると思うよ、地元だから。スマットスマットってってなってる。あのスマップスマップのロゴでスマットスマットっていう店があるの。今あるかどうかわかんないけど、あのスマタ専門店ですね。10代の頃ヘビーで通ってた店ですね、スマットスマット、うん、1日にスタート。そうそうそう、今もあるの？スマットスマット。マジか。トランクスさん、花火ありがとう。ありがとうございます。じゃあ、明日の夕方あたりに千葉着くようになんとか。まあ、歩きながらプラーっと行ってもいいしね。東京から千葉って歩いたら、まあ、誰かリスナーさんが車出してくれるっしょ。わかんないけど、歩いてたら。東京をこう、ふわーっと歩いて行ってさ、リスナーさん乗り跡つ待ちながら。で、ね、千葉の方に向かってる間に多分、ね、車出すよっていう人いると思うから、多分大丈夫だと思うよ。トランクスさんありがとうございます。本当にスマット専門店じゃない、スマタ専門店、スマタ専門店だからスマットスマットなの。可愛い女の子いっぱいいるんだよ、スマットスマットは。俺がだからさ、巨乳の女の子の話しなかったっけ、完璧な風俗嬢に出会った話したことなかったっけ、ここがスマットスマットで出会った女の子なんだよ。ありがとうございます。トランクスさんありがとうございます。あ、栄町に20時ぐらいね。 OK です。
トランクスさん、もしよかったら僕に LINE、あの、プロフィールに LINE 載せてるんで、LINE、URL クリックすると、LINE 僕に飛ばせるんで、もしよかったら、ふわっちから来たトランクスでーすって言って、連絡もらって、栄町に、20時ぐらいにいたら、リアツできますって言ってもらえれば嬉しいです。花火ありがとうございます。関東は動産リスさん多いから羨ましい。関西にも多いよ。北海道も多いし。うん。じゃあ、とりあえず、千葉の栄町でトランクスさんに会いに行こうか。うん、で、そのまま船橋。え、船橋は手前か。船橋手前だし。うん。千葉こうガーって行ったら、ボンとかも船橋の方じゃなかったっけ？だボンにも会っちゃえばいいじゃん。うん。で、ボンには強制的にステッカー買えって言うから。お前は勝手じゃないからって。買えと。お前が和道ステッカーを持ってないのはおかしいだろうって。今日から、うん、ミーコ。今日からもうバッテリー10年かましてるから、あと4時間後、5時間後ぐらいだと思う。下手したら10時間かかるかもしれないけど。栄町、地元なんだよ、僕、おっつさん。成田なんですよ、地元。大体わかりますよ、栄町の空気感は。うん。8月になった。よし、じゃあ今月も頑張るぞ、みんな。ごめんね、みんな。みんなのおかげでね、8月、だいぶ、本当に、沖縄旅行とか、いい思いさせていただきました。7月は、捨て頃にも出させていただいて。目標のね、100万円はちょっと届かなかったけど、今月頑張りますんで、ぜひ、今後ともよろしくお願いします、皆さん。ボン都民なの？じゃあ、お前会えよ、今回。うん。ぐだぐだ言ってないでも、いつか会うとかくだらねえから。寄るから、ボン。トランクスさん、妖怪、ロコルルって風俗知ってます？ロコルルわかんないなぁ。わかんないっす。ごめんなさい、トランクスさん。ロコルル、わかんないなぁ。千葉で、千葉スマットスマットとデリヘルはヘビーで行ったけど。旅頑張るよ、ハッピーさん。ありがとう。ありがとうね、モイストさん。アシスト。コメントアシスト、ありがとう。最近ね、コメント読み飛ばしちゃうんだよね。とりあえずジュース飲もう。よっしゃ、冒険だ。完璧な父が誰か。完璧な父じゃないの。完璧な接客。完璧な接客。あそこ、スマットスマットは接客すごいうるさい店で、質の高い女の子しかいないんだよね。クロステッカー欲しいでしょ。旅配信見たことないんだ、やり。結構やってるよ。パルパル、ヒカルくん、テルチャンピン。テルチャンピンとは沖縄一緒に回ったし。すげえ楽しかった。映画見たいって言われたもん。二人で車乗ってて。うん、そうだよ、俺何言ったんですよ。三角ビルのエルニド。え、三角ビルのエルニド？三角ビルで俺並木町だよ、おつさん。だから三角ビルのドンキホーテから三角ビル行くじゃん。そうすると T 字路になってるとこ左に曲がるじゃん。パチンコ屋の。ありがとう、トランクスさん、ありがとうございます。ありがとう、お花火ありがとう。 S の子、あ、わかんないっすね。もうだって僕10代の頃だから十何年前ですよ。T 字路になるじゃん。イーグルの前の、踏切の方に行くところ。ジョイフルとか行くところ。ジョイフルってわかります？あと、ジュピターがあるでしょ。ジュピターの方が俺の地元。あの辺、トイザラスとか昔あったところ。今あんのかな、トイザラスとか。多分ね、オツさん、エルニドとか行ったっていうのは絶対わかるの。今のトークで。スマットスマットは高級店だもん。会社やってたから、俺がなんで会社経営始めたかっていうと、毎日風俗行きたいからの。毎日いい女抱けると思ってたの。だからもう風俗嫌いになっちゃったの。風俗行きすぎて。10代、20代前半の頃に。病んでいって。風俗場の闇が半端ないの。大花火ありがとうございます。ヒカルくんわかる？うん。ヒカルくんはね、もう本当ここに泊まったことも2回あるし、ヒカルくんの家に1週間ぐらい泊めてもらったりとか、すげえよくしてもらってる。
スマットスマットド S いるかな、わかんない、もう十何年前だから。でもすごいよね、俺がね十何年前に行ってた風俗がまだあるんだもんね。あそこはすごいよな、スマットスマット未だにあるんでしょ超老舗風俗だよ。あと高橋歩さんって聞いたことあります？皆さん、あの作家で、あの物書きで、それこそ自由に仕事をやろう、遊びを仕事にやろうって言ってる人がいるのね。アドベンチャーライフとかいろんな本、結構若手起業家にすごい有名な人なんですけど、高橋歩さんがまず最初に始めた事業ってバーなんですよ。大学生の頃映画カクテルっていうのを見てバーを始めるって言って、ですごい有名になったんだけど、そこのバーがあのまだ千葉で残ってます。千葉県で多分3番目に古いぐらいバー、3本指に入るぐらい古いバー、ロックウェルズかな、そこよく行ってましたね僕。そうそう、高橋歩さんのロックウェルズっていう店があるんだけど、そこは千葉のあのそれこそ栄町の奥の方にあるの、うん、相当人気なお店、スマットスマット、まあまあ相当お店っていうよりもスマットスマットには外れがないっていう、抜群の安定感、外れがないっていう。じゃあ千葉を目指して、千葉からどのルート行こうかな。柏の方とか行ってみる。柏だっけ、松戸とか、とりあえず東京バーって歩いて行って千葉目指そう。でディズニーランド配信やって、あの岡田斗司夫と横山みどりのあの伝統芸能あのディズニーできんっていう、ディズニーできんやだな、親父働いてるしな、お袋と親父が出会った場所だから やりたくねえな。移動歩きかな、歩きとリスナーさんの車で行こうか今回は。今回あの結構稼がせていただいたんですけど、リスナーさんからちょっとね、前回は合流したんですけど、食費が3万円、今月の食費3万円と、これがお小遣いです、これお小遣いです。でこれで旅しようかなと思ってます1ヶ月のお小遣いが5万円だと、和道はサラリーマンの倍ぐらいはお前もらっていいぞと、頑張ったから。ただちょっとお前使いすぎだと、50万はで飯は3万円だとでこの8万円です僕は、はい、3万円食費とお小遣い5万円だから、あの車出してもらったりとかステッカーを売らないとあのやっていけないっていう、ちょっと追い込んでいこうかなと。本当に財布にこの中しか入れないから確認しといて、はい、あ小銭はあるよ、小銭は100円玉がちょっとこんなザラザラ、まあ大したことないでしょ、これは持ってきます小銭は。で本当に財布の中ないでしょ、財布の中に入ってんのはみんな確認して、1、2、3、4、5、6、7、8、食費とお小遣い5万円、いや足りないから面白いんじゃん。でこっち側にも入ってないです。オッケー、大丈夫、これでいくよ、うん、5万円しか持ってなくても、あしたラインおやすみなさい、花火ありがとうございます、トランクスさんありがとうございます、ライン待ってます。多分ね2日ぐらいかかるかもしれないです。あそうだな、傘とかも考えないとな、ね、よしこれでいきます。今回の旅はカー君ありがとう、頑張ります。カー君サムネ変えた？カー君って別のカー君？カー君っていう小手半かぶってるから変えてもらえると嬉しいかな、俺の知り合いのカー君だったら。はい、ワード2、ラッキーさんいらっしゃい、トランクスさん花火たくさんありがとう、頑張ります、稼ぐぜ。で100万円売り上げいったら俺フランクミューラーか、あのもう子供の頃から欲しかったフランクミューラーのライジングサンか、腕時計ねか、あのオールデンの V チップコードバン、もう10万円する靴買います、一生もので最高の靴ね。俺が考える世の中にある最高の靴はオールデンっ
ていうメーカーのコードマン V チップっていう方、うん、それかもしくはあれだな、財布ベルルッティ手に入れるしかねえな。夜用のライト任せてよ。おお、トランクさんありがとうございます。クール花火ありがとう。トランクさんおやすみなさい。ありがとうございます。頑張ろう。ライトこの2つ持ってく。ちょっと重たくなるんだけど、すごい強いルーメン。やばいでしょ、こんだけ明るいのにこんだけ光量出るの。やばいでしょ、やばさわかる。ほら、もうライトセーバーみたいに光がどれだけ強いかわかるでしょ。これ持ってく。これはその外カメラをバッて映すようで、で自分を照らす用のスタンドライトがこれ。これでこうやって自分の顔を映すように。この2つあれば心霊配信全然いけるから、夜中でも。この2つ持ってこうか。ただ重いんだよねこれ、ライトの強さがあるけど。この2つ持ってきます。まあライト関係は、ああエコーかかりっぱか聞こえてた。ライトはこの2つ行くんで問題ないと思います。荷物ちょっとかさばるけど、ただテントを支援してくれる人いたらテント欲しいっすね。寝袋か、寝袋とテントちょっと欲しいっす。はい、ヤフミさんはこつ。いや冒険前夜ね、ワクワクするね冒険前夜。あれヤフミ消えた、どこ行った。聞こえてた、うん、まあ東京はね歩く分には全然問題ないと思うけど、あとはステッカーも郵送販売対応しないといけないから封筒とかも持っていかないと。まあ買えばいいか封筒とか。今日、あとは雨もあるみたい。雨か。だりーな。うん。すげえ小手ハンだな。自分さえ良ければいいさんはコツです。パンチのある小手ハンだね。日本列島ちょっと、待ってね。Google マップ見る。日本列島をどうやって攻めていくかだよな。今新宿だから、うん、千葉市行って、千葉まで行っちゃうとどうすりゃいいのかわかんないかな。千葉行って、ステッカー持ってくよ、もちろん。数百枚持ってく。千葉行って、千葉まで行くと茨城に行くルートになっちゃうからね。柏に行って埼玉に戻る？どうしようかな。茨城もう行ったしな。まあとりあえずね、トランクスさんに会いたいから千葉行こうか。千葉行って、で群馬の方で温泉入るとかどう？でそのまま新潟の方行くとか。うん、旅するよラッキーさん。そういうルートで行こうか。たくみさんが忙しくなるよ。たくみさんの動画編集作業が。時計か、なんか靴か、一生もので、100万円記念。とにかく俺はもう今目指してるのは億万長者なんだけど、月収100万は絶対通る道だから。月収100万いったら年収1000万でしょ。まあ、そこをクリアしないと。
いろいろ準備しないとな。90キロぐらいあったんだ今。歩いて痩せよ。群馬の温泉見たことないか。群馬草津温泉いい。草津いいね。これ外そうかな、どうしよう、いるかな。これ危ないな、取ってこ。タイミング合えば長野の美味しいお蕎麦。ああ、了解了解。蕎麦好きだからさ、いいね。山菜も食いたいな。山菜があるところ行きたいな。よいしょ。栃木も温泉あんの？いいね。山菜そばいいじゃん。神奈川、うん、まあいいや、とりあえず千葉行こう。都内を練り歩いて千葉行こう。そうしよう。じゃああれだな、ステッカーの準備するわ。おい、琴音ちゃん、こんばんは。横浜か。今ね、千葉で向かう方向で今考えてた。横浜か。でも必ず行くかんね、日本全国。それは約束するから。必ず行くから。ただほら、俺新宿だからさ、別に横浜だったら普段来ればいいのに、逆に。会いに。よし。ちょっと枚数確認から行くわ。頑張るよ。ありがとう。琴音ちゃん、ありがとう。会いに来てね。
ちょうど100枚ぐらい入んだな。100枚と。ちょうど100枚。新宿空気よどんでる。意外とね、ステゴロ赤ステッカー売れてんだよね。なるほど。これで200枚と。とりあえず200枚。これ全部売れたら20万だからね。よし、これ持ってきます。で、次、こっちか。ハサミどこだ？ハサミがわかんねえな、家の。どこにあんだ？
ステッカー在庫だらけだよ。ステッカー在庫だらけ。うん、すげえ在庫。車も手に入れてえな。運転とかできるようになったらさ、それこそケータリングみたいなこともできるもんね。走るショップみたいなの作りたいな。それいいね。走るショップ、和道グッズ、移動するショップ。それいいな。それ楽しいよね。走る服屋さんとかいいもんね。なんかいいよね。シルバーアクセサリーとかガンガン積んで車に。それ面白いな。まあでも歩きで売るのもおつか。事故した。うん、あとその車ね、そんな運転が好きじゃないっつうか、車に関心が俺があんまないから。車好きな人だったらね、それでショップやるってかっこいいかもしれないけど、俺歩いて売る方がね似合ってるかな俺には。あれ、100万いった。
リアカー？リアカーは大変なんだよ。俺も考えてんの、モバイルハウス。家をリアカーで引っ張ろうと思って、家作ろうと思ったんだけどね。また来てねー、リーちゃん。風船、バカ5個ありがとう。それが不思議なんだけど、俺黒の方が人気出ると思ったの。こっちの方が。ただ赤の方が売れてるんだよね。なぜか。やっぱ捨て頃で知ったっていう人多かったのかな。赤の方がなぜか売れてるんですよ。みんなデザイン黒の方がいいって言うんだけど、赤売れてるんですよ。なんでなんだろう。みんな黒黒って言うんだけどね、コメントでは。手頃効果だよね、多分。だってさ、これ冷静に見たら黒の方が売れそうなデザインじゃない？ねえ。あやりん、両方買わないと。何言ってんの？なんで2種類俺が持ってるか分かってる？ 2 枚買ってもらうためでしょ。手頃効果かな？ダメだよ。黒買います。赤と黒でしょ。両方買わないと。赤貼った時の方が目立つかな。黒の方が。ねえ、黒の方がみんな人気って言うんだけど、意外と赤が売れてんだよ。それがね、意外だなと思って。捨て頃効果が。そうだ、両方買いますって そういう空気を出してるから。どっちがいいですかって言いながら俺2枚買ってって思ってるから。黒の方がいい？黒2枚でも全然いいよ。 黒10枚とか。去年の青鳥配信、去年じゃないよ、もう2年3年前だよ、あれ。多分ね、2年前だと思う、忍者さん。あれ、神ってたよね、面白かったよね。楽しかった、俺も。次作るとしたら、赤、黒、白だから、白かな？わかんない。青でもいいかなと思ってるけど、一応やっぱ赤、黒、白で、レッドが強い感じで作っても面白いかなと思ってるし。で、今度は、まあ、一般的な和道ステッカー作ったでしょ？で、捨て頃ステッカー作ったじゃん。で、今度はね、旅配信ステッカーを作ろうと思ってる。旅っぽいステッカー。赤の方が写真カットの手間かかってるか。いや、両方ともかかってるよ。両方ともかかってるよ。両方とも自分デザインだから。手間はね、両方とも自分でやってます。あ、そうだよね。赤はね、作ってるところみんな知ってるもんね。一緒に作ったんだもんね。で、どっちがいい、どっちがいいって。だから思い入れが強いのかもしんない。黒はさ、放送外でパパッと俺が作っちゃったから、放送で見せてないのよ。だから思い入れ補正みたいなのがあると思う。妹にも欲しいの見たいんで、両方2枚ずつ。あ、いいこと言うね。ありがとう。そうそう、それそれ。一応もう一回デザイン見てみる？デザインはこんな感じ。黒と赤ね。黒と赤。こんな感じのデザインです。
これですね。アドさん以外の方もステッカー売ってますよね。人気なんですか？ね、ステッカーが一番その、原価が安いっていう。利益率が高いっていう。要は、俺らはさ、その、食ってかないといけないわけじゃん。だから、その、原価率を考えると、だから支援なんだよ。1枚1000円で売ってるわけじゃん。で、T シャツとかって、ロット数がすごいかかるのね。だからみんなステッカーから始めるの。売れない人は。おやすみ、トキさん。そうそう、大人の事情ってやつだね。大人の事情。みんな配信ねえ、ふわっちができてからさ、食っていけるようになったけど、みんな貧乏だったんだよ。本当に1円も稼げなかったんだもん。だから T シャツ売ったりとか手ぬぐい売ったりとか。すごいよ、黎明期の頃なんか大変だったよね、みんなね。今いい時代だよ。いい時代だよ。こんなシステムなかったもんね、俺らがさ始めた頃。羨ましいよ、今配信始める人は。
ふわっちできる前はツイキャスでグッズ販売や生計立ててました、ね、そうでしょ。だからステッカーを売るっていうのを始めたのがふわっちの配信者たちなんだよ。ニコ生ではステッカー作るって文化なかったもん、あんまり。ふわっちの人たちが、ふわっちじゃねえや、ツイキャスの人たちが食っていくために生み出した技術なの。だからツイキャス配信者は必ずね、有名な人は絶対ステッカー持ってるもんね。ステッカーありますかってみんな聞くもん。ツイキャスの人に。ニコ生大手くらいじゃない？ステッカーとかやってんの。過疎の人はステッカー持ってないもんね、そもそも。月城屋って何？忍者さん。月城屋って何？何の話？初めて聞く単語なんだけど。月城屋？月城屋ですか？分かんないな。暗黒周りのグッズさばいてる人。へえ。あ、そういう業者さんがいるんだ。へえ。知らなかった。すごいよね、みどりさん。いろんなところタイアップしたりしてるから、わけわかんないよ。てか、みどりさん今いくらぐらい稼いでんの？もうふわっちやればいいのに。だってみどりさん多分20万ぐらいしか稼げてないでしょ、チャンネル登録で。もったいなくない？どう思う？手数料が高いんだ。みどりさんもうニコ生に固執する理由あんのかな。運営から金もらってんのかね、裏で。なんであんなニコ生にこだわって。オプは T シャツ売ってますよ。 T シャツも販売してます。 T シャツはネット販売で売ってるんで、あのプロフィールページに見てみてください。サイトに飛べるんで。みどりさんふわっちやったら100万余裕で超えるっしょ。あー、リナリナさんは儲かってるらしいよね。すごいね。リナねえ、俺はもう生の始めた頃リナリナさん裏方に回ってたから、生放送ほとんど見たことないんだけどね。
みどりさんのスカイプトッツとか、あと暗黒塾とかで裏方やってるところは何回か見たけど、もう裏方って感じ。ゆいがさんいらっしゃい。がゆいさんか。がゆいさんいらっしゃい。こんばんは。ゆいがオフィシャル。おお、まいちゃんこんばんは。おかえり。風船6個ありがとう。アイテムありがとね。今僕は旅に出る準備してます。どこ行こうかな。俺別に東京歩く必要ないわ。都営線で市川までタダで行けるわ。ワープしよう。俺気づいちゃった。都営線で市川までワープで行けるわ。地下鉄タダだったわ。歩く必要なくない別に。障害者手帳持ってるから、都営線ただなの。東京ワープしようかな。旅全然気の身気のままで、とりあえず千葉駅に行こうかなと思ってるよ。どうしよう、歩く？あえて歩く？そこも気分だけど。でもまあね、地方の人とか東京見たいかもね、あえて東京を見せるっていうのありかもね。ゆっくり運動になるよ。もうブックブクに太って腹パンパンよ。
ああ、そう、ウェブカメラ買わなかった、俺。ロジクール買って、今ロジクールだから、輪郭シャープで動き滑らかだと思うんだけど、ウェブカメ？映画用の買わなかった。なんでかっていうと、ウェブカメで撮ることはできんのよ。で、メモリーカードでデータを移動することはできんだけど、要は配信用のウェブカメには使えなかったの。がっかりしちゃうよ、俺、ソニー。パナソニックは対応してるんだけどね。要は 4K の動画をさ、生放送で綺麗に撮ろうと思ってたんだけど、色合いとかさ、画角はすごい綺麗なのよ、ソニー。ちょっとがっかりだった。そう。アクションカムとしか使えない。身長170で体重多分90キロぐらいまでいっちゃってると思う。90まで太ったね。いや、がっかりですよ。おい、先んちょこんばんは。旅の準備してるよ。全然、雑談さばけるから全然話振ってくれていいかんね。自主的には話しづらいんだけど、ハサミでやってるから。コメントさばくことぐらいはできるからさ。いや、腹がやばい。捨て頃からもう20日間で腹見る。やばいよ。でーん。やばいよ。プニプニ、ほら。ボヨンボヨン。すごいでしょ。腹ボヨボヨですよ。わーって サバちゃん、わーって。結構食うっていうかね、もう最近食欲が止まんない。運動を一切やめて、もう本当に運動一切してないのよ。この前のフットサルの企画ぐらいだもん、運動したの。で、なんて言うんだろう。食いまくってるね。わーって、今度も。だからすげえ太っちゃって。やばいよ。6月、結構なんだかんだ絞ってたよね。ただ、肩幅はでかいの。筋肉は落ちてないのよ。わかる？前みたいな撫で方じゃなくて、胸板とか腕の太さキープできてんの、ほら。こう、張りはあるでしょ？だから、なんつうんだろう。ボンって感じ。顔もすごい、顔だね。寝起きで顔がむくんでるっつうか、パンパンに腫れてるっつうか。画面で見てもすごいぽっちゃりしたでしょ？でもまた旅再開して歩きまくるから、ほっぺたはすぐ落ちると思う。もともとデブだからね、俺。だから元に戻ったって感じだけど、それプラス、捨て頃の時に鍛えた筋肉の量があるから、余計でかくなっちゃったんだよね。ボーンって。顔はすぐシャープになるよ。水筒買いてえな。はい。じゃあ、この200枚持ってこうか。この200枚持っていって、売りさばくと。よし。よし。はい。400枚か。400枚持ってきます。400枚持ってきます。400と。これが準備できた。あとは、まあ、これは、あれか。身長170ぐらいだね。腕とか胸板はいいけど、ただ体周りがダサくなって T シャツがなんかパツンパツンになってきた。テントと寝袋欲しいのはわかんないメーカーとか、全然。テントと寝袋あったら、今回さ、ほら、お金がこんだけしか持ってかないでしょ？食費3万のお小遣い5万だから、テントと寝袋があったら、
もうぶっちゃけね、寝床確保できるから。ただたまに満喫止まってね、充電はしないといけないけど、まあだいぶ楽になるよね。これ持っとこうか。あの社長の名刺。T シャツは M 着てるかな。ただ L の方がゆったり。だから今は M がもう似合ってない。ちょっと絞ったら M 着れるよ。L の方が多分今合ってると思うけど。M に戻す。野宿も全然やるけど、ほら、俺らの場合ってさ、バッテリーと電波がもう命取りなんだよ。だから充電をするのと、なんだろう、充電のためにね、カラオケ行ったりとか、本当にきついからね旅。あの満喫とかで寝るだけでも本当に体壊すんだよ。旅配信で体結構張ってるよ。ワン太郎とか若いからできるけど、あのみんな旅配信者って若いでしょ。年取ってる人で旅配信者って見たことないでしょ。あのね、あれは体力が持たないの。本当に旅はきついよ。やってみるとわかるけど、意外とやったことないでしょ、みんな。結構ハードだよ。やってみな。一週間満喫に泊まってみな。発狂しそうになるよ。ベッドで寝た時泣きそうになるから。うん、俺32だよ。俺多分最年長じゃん、旅配信者で。うん、いや結構最初は楽しいの。3日ぐらいもうね、寝たいの。体がずっとガチャガチャになってて、リュック重くて、でいつも汗臭いの。もうね、ストレスなの全てが。だからあのほら覚えてる、サボちゃん、あのラーメン屋さんの止めてもらった時、お家に、あのさ、もうなんか秘境の駅に行ってさ、山登ったじゃん。なんかここ登ってみようぜっつったら、2時間ぐらいさ、1時間か、片道1時間頂上まで行っちゃって、なんだこれなんだこれってなって、夜中帰ろうとしたら迎えに来てくれたじゃん。でお風呂入った時俺泣いたもん。止めてもらってラーメン超うまかった、チャーシュー丼。また行きてえな。また行きてえな。あそこどこだったっけ、茨城だっけ。茨城のなんだ、滝に行ったんだっけ。あれどこだったっけ、茨城だっけ、覚えてねえな。あれ茨城だよね多分。本当にきついよね、うなぎ犬さんね。311で関東から逃げた時、2週間満喫暮らしだった。疲れたでしょ。疲れるよね。なんかその自分のプライベートの空間を持つってすごい大事なんだよ。うん、自分の空間を持つってすごい大事なの。え、サボちゃん知り合いなの、うなぎ犬さんと。うなぎ犬さん最近よく来てくれるよね。どっかリスナーで被ってんのかな。うなぎくん知ってるよって。へー、有名コテハン。旅してるときいろいろ大変そうだったけど、ワドンさんいつも以上に楽しそうに。あ、まあ楽しいよ楽しいよ。ただ疲れが抜けないの。超優しそうだよねって。超優しいよ、うん、
どうなんだろうね。あ、でもね、優しいって言われる。あの、子供の頃から言われる。あの、それはなんかずっと言われてたね。優しいからダメだとか、優しいからダメだとも言われてる。うん。仕事の時も怒られたもんな、営業やってる時。情けは捨てろって教わったもん、最初に。でもね、本当の優しさってなんだろうって考えるよね、最近。本当の優しさ。人当たりがいいだけじゃダメなんだよ。本当の優しさを手に入れないと。30枚持ってこうかな、ポケットには。おい、こんばんは、山地さん。今現在、先週から和歌山から大阪、大阪から名古屋、名古屋から今日横浜2日間で、あさって今日、え？あさって京都にいんの？今横浜で。やば。なんか相手のことを自分のことのように考えて病んでしまいそう。ああ、それは昔よくあったかな。本当によくあったけど、でもそれ意味ないっていうことに気がついて、結構今ドライかもしんない。あの、相手のためにならないっていうのがよく分かってきた。その、相手のために言うことよりも、相手が行動をしたり変わることの方が大事だっていう。結局、その、自分が動いちゃったら意味ないんだよ。その人のためにならないっていうか。で、その人が行動するように促さないといけないんだよね。誘導してあげるっていうか、その、良くなる方に。で、本人しか自分の人生変えらんないんだよ。そう。だから手を差し伸べることだけが優しさではないっていうか、そう、結局その人が余計ダメになったりすることもあるから、ほっとくのも優しさの一つだっていう、そのなんて言うんだろう、あえて手を貸さない優しさもあるっていうか、見守る優しさもあるっていうのは最近気づいたかな。うん、そう、そばにいる優しさとかもあるし、ただ声かけたりとか、自分が動いちゃうっていうのだけじゃないんだよね。そう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 。一番いいのはその人が、そのね、自分がやりたいことをやれる力を持つことじゃん。うん、昔はちょっとおせっかいだったかもしれない。自分が。何でもかんでも手出しちゃうっていうか。言っちゃうしね。きついことも。それは間違ってたよね。俺が若かったっていうか。そう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 、そうなんだよね。そう、環境づくりもすごい大事で。それは多分ね、これからだと思ってる。まだ環境を作る力は俺にはないから、その箱を作るのか、そのグループ、コミュニティを作るのかとかさ、そこは、まあ将来的にやっていきたいなと思う。まだ今、プレイヤーとして力つけていきたいけど、ゆくゆくは、その、後輩が育つ環境とかを作っていけたら最高だなと思ってて。仕掛けとかね、仕組みとか。その力はまだ俺にはないよ。まだその時じゃない。行動するのは自分。行動するのは全て自分の責任で動くのが大事。本当だよね。本当に。そう。なんかさ、自分の人生が一本の映画だとしたらさ、みんな主人公じゃん。自分が主人公の当たり前の感覚だと思うんだよ。で、監督はって言ったら、まあ自分が監督っすね。でもね、これ間違える人多くて、シナリオライターはって聞くと、親だったり学校の先生だったり、職場の上司に委ねてる人いっぱいいるのよ。シナリオを書けないの、自分で。主人公は自分だって分かってるのに。だから、その、シナリオを書く、映画で例えるならだよ。その誰かの人生に乗っかっちゃうっていうのはやめた方がいいよっていうのはよく言ってる。まあ、その、シナリオ、書くのが苦手で、その書く仲間がいたらいいけどね。そう、こいつに そこは委ねるっていう、信頼できるやつがいるんならいいけど、無意識でやるのは良くないよ、やっぱり。かんちさん、こんばんは。
パソコン配信ですか、携帯配信ですか、幹事さん。それどちらかによります。方法が違うんで。パソコン配信か携帯配信か教えてください。普段使ってるデバイス、教えてください。まあ、運営さんに聞くのが一番いいんだけど、教えてあげましょう。どっちか書いて、お伝えいたしますんで。もうちょいいけるかな。携帯か。携帯か。ちょっと待って。サファリでブラウザ、要は Chrome とか Safari とか入ってるでしょ。インターネットの方でふわっちを検索して、そこにポイント交換ページがある。要はアプリではできない。アプリじゃなくてサファリって言って、そのインターネットで Google 検索とかするやつの方でふわっちを検索してログインしたらできるよ。やってみ。暇人の集いさんね、俺の生き方のこれ問題なんだけど、俺ね、座右の銘じゃないけど、好きな人と好きなことを好きな場所で好きな時に好きなだけやるんですよ。で、旅もそこからブレてなくて、ルールを設けないって、なるべく。なんかそれって自由を奪う行為だと思ってて、俺企画とか嫌いなんですよ。テレビっぽいこととかやらせっぽいこと。絶対裏でズルするから。全部さらけ出すのがテーマで、俺の。そうそうそう。だから、どこまで何日間出るとかを決めないっていうのが、そこに繋がってるんですよ。それ何回も聞いているって言ってるんですけど、そう繋がってるの。今、有言実行ね。全部気分。だから、ルールを設けたら、ルールに縛られるっていうのが、俺の感覚。そういうものから解き放たれたいみたいな。大体、なんだろう。なんか未来何やってるのか俺わかんないですもん。だからその時行きたい場所に行ってるから、だからなんだろう。大体も言えないっていうかわかんねえって感じですね。言えないんじゃなくて考えてない。本当に。お楽しみっていうか考えてない。うん、普通の人は多分、しおりとかパンフレットに沿って動くのが好きなんだと思うんですけど、俺嫌いなんだよね。一人かくれんぼ。うん、帰りたくなったら一日でも帰るかも。そう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 。で、それをやって誰にも迷惑かけないから俺はそれをやってるわけよ。そう。誰かにその家に帰るわっつって迷惑をかけない生き方を実践してるから、誰も損がないようにっていうか。だって家に帰って楽しいことがあるんだったら、リスナーさんに家に帰った方がいいじゃん？絶対リスナーさんにとっても。だから、すべては俺が楽しいことをやるっていう感覚ですかね。俺が楽しまないとリスナーさんを楽しませることなんか絶対無理っていう。命令っていうかね、アドバイスすらも俺はいらなくて、自立できてるから、うん。命令とかはないし、俺占い師じゃないから未来何やってるか全然わかんないんだよね。本能のままに動くってのはわかるんだけどさ、アイテムで支援してくれている方は長くいろいろやってるのを見たいはずなのに、一日で俺は帰るってのは違うよ。旅が目的で支援してないから、暇人の集いさん、それが根本的におかしいのよ。そもそもが俺の放送、例えばね、俺最初からアイテムくださいって言わないの。1時間頑張って雑談やります、
で、もしよかったら、この放送面白いなって、支援したいなと思ったらアイテムくださいってずっと言ってんの。俺何かをやるからお金くださいって言ったこと一回もないよ。自分が常に雑談をして1時間楽しませるんで、面白かったらって、ごめんもういいわってなんだよ。それは、違くねえか。人に質問をして、その態度はなくねえか。うん。あなたが聞いたから答えたんだよ。うん。まあまあ、いや失礼だろこいつ、うん、答えは毎回見えてるからもういいって言ったの。だって何回もじゃあ聞いてるってことでしょ俺の話を。で何回言っても意味が分かってないってことは俺の放送向いてないよ君は。うん、いやブロックはしないけど、ブロックはしない。だから誹謗中傷じゃなくて反対意見は別に受け入れるっつってんの。人格否定したらブロック入れるよって。めんどくさいから。議論ができない人は。別に今君はさ、俺のこと、なんだろう。質問をしただけじゃん。おい、マキルちゃんいらっしゃい。花火ありがとう。え、勝ったの？今月のパチ代？マキルちゃんありがとう。花火ありがとう。まあ、上げ足取るのが目的だからな、こういうやつは。俺のこと批判したいだけだからね。おい、こんばんは。うん、じゃあ、ブロック入れてあげる。はい、めんどくさいでーす。さよなら。よし。ステッカー OK。ステッカー OK でーす。はい、こんばんは。岡山来て。ヒトラーさん岡山か。ああ岡山確かに行ってないけど、岡山彩香いるんだよな。岡山にはね、あの気違いがいるから、うん、俺の宿敵がいるから、うん、岡山行くとちょっと嫌な予感すんだよな。うん、ありがとう、ステッカー作業。岡山か、うん。初見さんいらっしゃい、ザ・ジムさん。楽しんでってください。あやかっていう、ちょっとモンスターがいるんだよ。うん、でなんか嫌な予感がするんだよね、あやかと会うっていうことは。バッテリーが今 50% だから、あと 50% 溜まったらもう家出ちまおうと思ってるね。それか、疲れたら寝る。うん、だからバッテリーが先か、俺が疲れて寝るのが先かっていう状態だね、今。戦いですよ。ノリ。俺が初見で来た時の約束、何？教えて？何？それは、その約束は。言って？約束？俺誰かと約束しないのがあれだけど。俺は自分としか約束しないから、うなぎ犬さんで約束した覚えがないんだけど。ちなみにそれは何？うん。夜だし明日から。いや別に夜でも全然楽しいから、気分で。なんだろう。教えてないよ、うなぎ犬さん。俺約束した？約束しないと思うんだけどな。なんだろう。おい、ワード2、おなつさん、風船ありがとう。風船ありがとう。なんだろうね、約束って。
え、内容言わないの？何？内容言わないの？俺約束してないと思うよ、多分。うん、なんだろう。うまいうなぎ食わせる？え、それ誰かと勘違いしたの？何うまいうなぎ食わせるって。え、何それ？うまい うなぎ食わせる？ああ、そういうことね。早い。あのね、え、どういうこと？それはあなたが俺にした約束でしょ？それはまま、俺が、それは、うなぎ犬さんが俺にした約束でしょ？俺は会いに行くのは約束してますよ、皆さんに。俺は皆さんに会いに行きますよ。それは約束してますよ。それはどちらかっていうと自分の約束なんだけど、1万人リアとするって。なあ、会おうねとは言ってるけど、うなぎを食わせてくれるのはあなたがした約束だから。まあいいけど。あ、行く行く。どこだっけ？あの、場所。住んでる場所。あの、最寄りだったら寄っちゃうよ。千葉栄町行くけど、多分今日。何配信ですか？和道配信です。うん、早くおごらせってことね、うん、俺アスペだからあの言葉のこだわりめちゃめちゃ強いからね。、うん、会いに行くよみんなに、うん、シェイクハンドしよう。シェイクハンド、まあ、俺が和道さんにご馳走するから早くご馳走させ。 OKOKOK、 うん、行く行く行く、うん、どこだっけ？うなぎってどこだっけ？四国だっけ？うん。全くわからない。俺もわかんない。楽しかったらそれでいいんじゃないですかって感じで。はい。うん。わかんない人にはわかんないでしょ。俺も自分のことよくわかんないんで。はい。まいちゃん、風船ロッカーありがとう。うん、俺の配信、うん。俺っていうのを見る配信。それ以上でもそれ以下でもない、うん、俺の生き様、うん、釈迦はのんちゃんが預かった旅の準備です。浜松か、はい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 、あ、そうなんだ。浜松か、浜松どこだ、まず浜松がどこかわかんねえからちょっと待ってね。浜松か、浜松駅、浜松、静岡か。静岡か。あ、千葉行って折り返すか。千葉行って折り返すかな。うん。OK、浜松ね。OK、覚えておくわ。うん。浜松、うなぎがうまい。この時期うまい。あ、だけど暑いかんな。OK、浜松ね。OK。OK、OK。静岡ね。OK。静岡なら私も届きたい。オッケーオッケー、うん、バカなの？あー、バカなのか。いいよ、全然バカでも俺の放送を見てくれても、うん、全然いいよ、R さん、うん、バカでも、うん、バカ嫌いじゃないから、うん、チケット？何のチケット？今回あの俺さ、あの、そっか、リスナーさんがだいぶ入れ替わってんのか、時間結構経ったから。今回、リスナーさんから、食費は3万円。食費は3万円と、今月のね。食費3万円。で、お小遣い5万円と。まあ、今回頑張ったと。今回頑張ったから、お前サラリーマンの倍ぐらいのお小遣いをあげようということで、今月のお小遣い僕5万円です。5万円。で、食費が3万円です。で、チケットなんて取る余裕ないので、あの、ステッカーを売りさばきながら歩って、で、車もこじろうと。運転してくれと。そういう旅です、今回。チケットなんてありません。はい。飯もご馳走してもらう、ステッカーを売って稼ぐ、車も出してもらう。バブー配信ですね。はい。バブーです。一切すべてをリスナーに頼るっていう。そうなんだよね。お小遣いは、
まあ5万だなって話になって、まあ頑張ったと。ただ先月50万使いすぎたから、1週間で50万使っちゃったの。で、怒られて、ちょっと稼いでいい気になるなと。うん、ブロックしてくれ。いや、今のところブロックする基準ではないかな。うん、別に俺は R さん嫌いじゃないかな。うん、見に来なきゃいいんじゃない？今持ってる金しか使わないってこと？まあ、お小遣いだからね。あとは貯金しなさいって怒られた。いつ配信業ダメになるかわかんないから、貯金をしなさいっていう。だから今月はこれでいこうかなっていう。ちょっと確かに先月50万豪遊しすぎたから、俺にはこのブレスレットがあるし、このネックレスがあるから、うん、ちょっとね、買いたいもん買いすぎっていうのがあるから、もうそれだったらもっと機材とかに回せと。うん、俺は嫌い？あ、そう、うん。いいよ、別に嫌いでも。俺のこと嫌いなやついっぱいいるから。うん、俺は別にあなた嫌いじゃないよ。うん、50万だから沖縄行く往復の旅費、泊まるのも、まあ泊まるところはさ、テルのリスナーさんが出してくれて、高級ホテルでしょ？で、飯食う時も2万円とか、レッドロブスターとかで、なんか一番でかいエビ食おうとか言って、無駄になんか一番でかいエビ2匹とか。そう。で、なんか花火対決とか、なんかいろいろもう遊びまくってたの。で、10万円分ぐらいシルバー買っちゃったりとか、お土産に5万円分ぐらい買ったりとか。通りすがりのコアラさんいらっしゃい。とにかくもう50万なんだかわかんないけど使い切った。飲み食い。うん、で無駄に釣り竿とか買ったり、うん、で釣り全然面白くねえなとか、うん、いやもう本当に一瞬でなくなったね50万、うん、まあ生活費も込みだけど、うん、リスナーさんにしか頼れない、うん、だって俺リスナーさんしかいないんだもん頼る人が、頼る人がっていうかね、人脈のすべてが俺リスナーさん状態だからな今、うん、パないよね。お金ってこんな一瞬でなくなるんだと思ったもん。あ、日報つけよう。リヒトおはよう。こんばんは。うん、よいしょ。えぐいよね。さて。無計画なのに意外とくだらない。無計画の方が俺は面白いと思ってる。だってさ、違うんだよ。俺計画実はかっちりかっちり組むタイプだったの。それそうじゃん。会社経営とかやってたんだから。すっげえ考える方だったの。だけど、考えること得意だったのよ。考えること得意だったの。ガキの頃から。だけど、世の中って計画通りにいかないじゃん。で、俺すごいヘラるのよ。自分のプラン通りに行かない人生嫌なの。だったら、もういいわって言って、ある27とか20、じゃない、24ぐらいの頃に気づいて、俺向いてないわって、その考えるの好きだけど、うまくいかないから、うまくいく方法何かなって言ったら、遠いゴールを決めんの。遥か遠いゴール。で、あとは身を任せるっていうか流れに乗ろうって思ったの。要はね、サーフィンとかに近くて、社会の流れとか、今持ってる流れみたいなものって感覚なんだよ。それを感じ取るのって。それを敏感に察知して、今は大波来てるから海行かねえ方がいいわとか、雨降ってるから家の中いた方がいいわ。今晴れてるからこっち行こうとか、その金が持ってるからこういう流れだわとか、その、そういう感覚みたいなものを磨こうと思ったの。そしたらうまくいくようになったのよ。そう、遠いゴールとか決めると。で、ブレないと。あとは、勘を頼りに、野生の勘で、その、乗る流されるっていうのをやるみたいな。そう。で、大まかなルールは決めていいんだけど、その時その時の感覚を楽しんでた方が楽しいなってなったの。そう。そうなるようになってから、うまくいくようになった。最初はね、流れがわかんないから辛かったんだけど、だん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 うまくいくよ。結構おすすめ。で、なんかブレなくなる。正直。
へーみたいな、こうした方がいいよとか言われても、あそうなんだみたいな、俺全然そうじゃないけどねみたいな。だから考えてさ、うまくいくぐらいだったら考えた方がいいじゃん。でも考えてもうまくいかないんだもん。だったら結果がオーライだったらいいわけじゃん。結果がオーライ、今32っすね僕、32。だからだったら俺いくら使った方がいいかなってリスナーに見てもらった方がいいのよ。なんでかっつうと、俺その結構そのバカンスとかしないで仕事ばっかりやってたり配信ばっかりやってたから、その遊ぶっていうことを忘れちゃってたの。だから今回は全部使うわって公言してたの。もう旅行みたいな感じでバカンス楽しんでいいっつって、いいよ使え使えって言われたから超楽しかったの。あのテルトの沖縄もう本当にバカみたいに2人で金使ったのよ。でテルトがこれ多分ね 2,3 万するベルトなんだよ。もう下手したら 4,5 万するベルトなのね。高級ベルトなの、どっかのメーカーの。でもあワドベルトなくしたわっつってたら、俺のベルトやるよとか、なんかその水着買うわっつったら2万ぐらいする水着買ったりとか、テルとかもうなんかそのこれ服ワドやるよとか、俺も釣り竿買ったりとか、そういうなんかノリが楽しくてとにかく使って、ただこれじゃ生活できないなと思ったから、俺いくらぐらい使っていいかなってリスナーさんに言ったら、まあ5万ぐらいでいいんじゃんみたいな、それでも結構裕福な方だよっつったら、まあ確かになみたいな。だからリスナーを信じるって大事だよね。そういう感じかな今は。リスナーさんに聞いて客観的な意見はこうリスナーさんの方が見えてるわけだから、うん、今の映りいい、ありがとう。部屋もちょっと片したんだよね。夢は無計画の方が実現する。へえ、吉村さんいらっしゃい。なんかその結果往来だったらいいわけじゃん。で俺は1億円プレイヤーになって10万人に出会って映画が作れて、もういつも言うけど好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやれればいいだけだから、だ結果オーライな方を選ぼうみたいな。で今のところうまくいってるから、まあ、そっちでいいやみたいな、そういう感覚かな。今うまくいってるってことはそれが正解なんだろうなみたいな。だから結果主義者に変わったかもしれない、プロセスよりも。めちゃめちゃかっこいいよ俺の水着、超やばいよ。あのね、ハーレーっていうメーカー、ハーレーで調べてみて、ナイキの子会社だか、子会社っていうかその水着ブランドなんだけど、うまくいかないのはね、その自分が流れを読めてないからっていうのがあるんだよね。流れが読めるようになると、そのこうふわーって乗っかろうかなみたいな、楽することを覚えたかもしれない。あの水着やばいよね、かっこいいよね。なんか流れに乗っかりながらこう漂うっていうか、でもそのゴールさえ見えてれば漂い方わかるから、こっち側に漂うかみたいな、うん、うまく肩の力抜けるようになったんだろうね。軌道修正だけやっていけばいいんだよ。はい、こんにちは、こんばんは。ねえ、人生暇つぶしだから、人生は俺壮大な暇つぶしだっていう定義だから。旅先はどちらへ、うん、わかんないとにかく家から出る家から出たら俺の中で旅だからさ家から出たら旅っすって、うん、どこに行くのかみんなと一緒に決めるよ。わかんねえまだ。とにかくみんなに会いに行くわ。だってなんか筋書きが決まってたら面白くないでしょ。答えわかってるドラマとか見たくないでしょ。俺もやだもん、めんどくさい。だからなんかこうルールを決めたらルールを守らなきゃいけなくなるのが辛いから、で約束破ったとか言われたら頭にくるじゃんねえ。それだったら最初から約束しない。自分の能力を信じてない。全力で。全力で自分の能力を信じてません、僕は。お金がなかったら、俺だって生活保護だよ、去年。俺生活保護4年間だよ。お金がなかった時の連続だよ。そう、木の幹のまま。リアトした時和道ステッカー、いくらで、
販売ですか。ね、販売っていう形が、その法律上できないんですよ。なので、1000円支援してくれたら、ステッカー1枚プレゼント。で、2000円くれたら2枚プレゼントっていう、1000円支援をしてくれたら、プレゼントっていう形を取ってます。で、なんでかっていうと、路上販売って法律厳しくて、許可ないとダメなのね。だから、あくまで、リスナーさん買いたいですって言われても、買うことはできませんって。買うのは郵送販売だけなんで、っていう、めんどくさいくだりを毎回やってますね。もし1000円いただけたら、プレゼントしますよっていう。それね、旅のルールっていうの書いてあって、放送中はいつでもリアドツ大歓迎です。配信者、リスナーさん問いません。生放送も可能ですと。顔出し NG の方はマスクをつけたり準備をお願いいたします。差し入れは NG です。荷物になってしまうためです。1000円の支援でステッカー1枚プレゼントをしております。サインが欲しい方はマッキーおじさんでお願いします。支援をいただいた方は写真撮影も無料で特典つけますと。で、宿泊、移動手段、アイテムの支援などをお待ちしておりますと。これが一番助かると。ホテル取ってあげたよとか、車出してやるよとか、まあ、花火とかだよね。で、イベントコラボ企画などの仕事がある場合は、帰宅しますと。いや、穴だらけの法律じゃないよ。路上販売って、知らんだよ。通報対策なの。もともとは、その、道端でテーブルとかを広げたらダメですよっていう法律なの。露店っているでしょ。だから風天のトロさんがやってたことが禁止なの、本当は。だけど、その、手渡しでやるのって、その、微妙なところなんだよ。法律的に言うとグレーなの。だけど、口頭で、要は意思の疎通で販売じゃないっていうことが成立してたら、リスナーさんも警察が来た時に、いや、これ支援ですからって言ってくれるわけじゃん。で、俺も放送上で販売じゃありませんよって。それだったら別に路上だろうが、喫茶店など、どこでやっても構わないから。だってさ、リスナーさんが来てさ、じゃあ、販売する、買いたいですって言ったら、じゃあ喫茶店行きましょうとか、マック行きましょうって言って、店の中でやるの方が非常識でしょ。うん。そうそうそう。そうそう、バッタモン悪性とか、あれを取り締まる法律なんだけど、それを悪用してるリスナーさんがいるのよ。要は、通報してやろうとかさ、懲らしめてやろうみたいな。要は、その嫌がらせでやられちゃうから、だからそこは一応説明すれば全然問題ないから、俺らは。うん、要は、店を勝手に開くなっていう法律なんだけどね。全然関係ないけど、良い貯金方法なんだ、ん?良い貯金方法なんだと思いますか?俺20万貯めたのは、500円とか小銭、財布の中の小銭あるでしょ。あれを全部、バーンって、壺とか、リステリンの箱とか、なんかリステリンあるじゃん。ぐじゅぐじゅってやる。あれを空のやつとかにバンバン入れてた。もう家から帰ってきたら、入れる。家から帰ってきたら、入れる。もう寝る前に、もうバンバン貯めておくの。で、3、4ヶ月とかしたら、もうパンパンになるのよ。それを、銀行に持ってったら20万ぐらいになってたよ。その代わりもう小遣いとか一切気にしない。もう稼いだ額は全部使うと。ただ小銭は全部バンバンぶち込んでた。うん、もう考えない。うん、意外とたまるよそれは。もう食費とか考えるのめんどくせえわみたいな。食いたい時食うわみたいな。でもね、計算するのやっぱ人間ダメだよ。食いたいもん食ってた方がいいよ。幸せだよ。いつか死ぬから。食いたいもん食って遊びたいように遊んで、で、いいんだよ。また稼げばいいんだから。その習慣がつくと収入上がるよ。うん。稼がなきゃってなるから。やりたいことやるために。いいサイクルなんだよ。やりたいことやる。楽しい。お金がなくなる。あ、じゃあ仕事頑張ろう。だからね、貯金を守らなきゃ、俺はこれしか飯が食えないとか、もう、そういう風にどんどん縛られれば縛られるほど、要は、もうスモールに生きていくのよ。俺は嫌だ。別にいいじゃん。仕事頑張って、あ、稼がなきゃ、なんかないかな。YouTube やろうとか、ブログで儲けようとか、ね、それこそ生主でふわっちやってみようとか。楽しい、楽しい、楽しいだよ。好循環ですよ。楽しいことをひたすらやり続ける。うん。だから貯金とか、ね、あんま考えてない。俺だって別に今回遊びでやってるだけだから。いくら使ったらいいって。うん。で遊び、全部。そう。で、金貯めてもどうせアメリカ行くとき全部使っちゃうんだから、俺。うん、ハーレー・ダビッドソン買ってやろうと思ってる。アメリカで。
どうするっつってパソコン持って、ああ気持ちいいなルート66っつって、ハーレー乗りたいなっつって、ワードあるだろうかねっつって、あったわっつって、あったわって、ハーレー買いに行こうっつって、アメリカでそのままハーレー買っちゃおうよ。そういうの楽しくない、うん、そうそう今ね、おかげさまで。でもあれだよ、みんながアイテムくれるからだよ、うん、アイテムくれなかったら全然生計なんか成り立たないんだから、うん、だからまああんまおすすめする生き方ではないよね、自分の生き方は。どう考えても普通の生き方じゃないもん絶対におすすめはしない。ただまあ参考にはなるんじゃん。参考にならねえな、うん、まあいいんじゃん、好き勝手みんな生きてればいい。アメリカビザ取るの難しくなってるから、ああ難しいらしいよね。だったらまあアメリカ行かなきゃいいだけだから。最近って久しぶりにテレビが YouTube に喧嘩売ってるみたい。テレビがほんほんほんで、テレビ寄りの発言の方がいいかも。3ヶ月見たらだけど、うん、どういうこと？テレビが YouTube に喧嘩売ってるみたい。テレビ寄りの発言？え、どういうこと？うん、何の話チャッパさんいらっしゃい、うん、酔っ払ってんの等があった方が、もしテントと寝袋あったらだいぶ楽だよな。酔ってるでしょ、何言ってるか全然わかんないもんいらっしゃい、酔っ払いいらっしゃい全然いいよ、うん、全然いいよ。バッテリーどれくらい溜まったかな。 50% 眠くなってきたな。起きたら出るか。とりあえず木の棒を倒して倒れた方に旅していこう。ああまあでもさっき花火いっぱいくれた人が千葉来てよって言ったから行ってみようかなと思って。ウームが上場したからテレビ業界も危機感出てきてくる。あまあでもウームは上場するだろうね。あれ俺税金対策だと思ってて、俺の予想だよ。なんでウームができたのかっていうと、億万長者が増えたんだよ。でキッズたちだから税金対策とかわかんないわけじゃん。そこで頭のいい大人が登場ですよ。お前らさって、税金半分取られてんだよって、1億円稼いでも5000万取られてるだろうって言って、はい、だったらその5000万株式会社にしてね、やった方が資産運用できるから、お前ら取り分変わらねえと。でうちのスタッフが動画編集とかやったりとかテレビの仕事持ってくるけどどうっつったら、うんって言うよね。頭いいよね。だから稼いでいくと、要は配信会もそうで、みんなが億万長者っていうプレイヤーボンボンボンって数千万の稼ぐやつ出てくると、そういう頭のいいコンサル会社みたいなのができるのよ。タレント事務所ができるのもそういう理由じゃん。ピンでやった方が儲かる。儲かってもでも税金半分取られるだけだよって、個人だったら。だったら会社で管理したりとか資産管理したら会社でかくなるし、お前ら株な持っとけよって。そしたら株売るとき資産になるよって。そういうことでしょ、ウームって。だから YouTube、なんつうんだろう、産業がでかくなってくると、その、なんつうの、それを統合する会社とか出てくるの。それだけで儲かっちゃう会社とか。だから税金対策だよ。俺の予想ね、これは。
いや、今めちゃめちゃ太ってるわ。今がめちゃめちゃ太ってるわ。腹ぼよんだ、ほら。うん。ダーツの旅、太平洋、日本側、回る。まあ、どっちも全国回るからね。うん。まあ、適当にプラプラ歩こうぜ、みんなで。行きたい時に行きたいところに行くべきだよ。そうそう、ゆるーく、ゆるーく。だから、なんつうんだろう。沖縄の太陽は綺麗だねーでいいじゃん。よくない？沖縄に、だコメントであったんだよ。アククローって知ってるかと。知らんと。コメントでいきなり来るのよ。アククローって知ってるかと。まあ知らねえとなるよな。沖縄の太陽は沈み方がやべえと。ほう、どこに行けばいい？そういうことでしょ。太陽綺麗だなーっつって。だから幸せになるっていうのは、うまい飯食って、空気吸って、衣食住が、要はその風、雨風しのげる場所があると。で、さらに言ったら可愛い姉ちゃんがいればいいんだよ。これが幸せなんだよ。もうこれ以上ないんだよ。なのに、資本主義って頭おかしくなっちゃって、お前いくら持ってんの？貯金は？年齢は？年収は？スペックは？とかなっちゃってんの？違うと。うまい飯を食って、うまい空気吸って、雨風しのげて、女がいると。男だったらね。もしくは彼氏がいると。これ以上幸せないじゃん。でもなんかもう頭でっかちになっちゃってんのよ。金なんて働いたら稼げると。でしょ？楽しいところには金が集まると。面白いところに金が集まると。それが正しい経済だと思うの。俺が考える経済。だからさ、保険に加入した方がいいよ。がんになったらどうするのつって。がんのこと考えて生きる方が俺にとってはがんだわ、みたいな。わかんねえわ、みたいな。うん。で、がんになって、俺ががんになって、医療費がない時に誰も助けてくんないような人生生きてるんだったら、俺死んだ方がいいわって思うの。ワド死ぬなと、泣きながら。みんなで治療費集めようぜっていう生き方の方がいいわっつって気持ちいいじゃん。わかる？なんか。わかる？なんとなく。俺にとっての経済ってそういうことなの。なんかやりてえとか、なんか楽しいとか。そういうところに金がガンガン集まっていって、もうはちゃめちゃみたいな。うん。なんか真面目に働くとか言うけどさ、その保険とかも保険売ってるやつは保険よくわかってないと思うし。だいたい俺、家賃を払う意味が分かんなかったもんね。なんで地球に住んでて誰かに金払うんだろうみたいな。ここ誰の持ち物とかじゃなくて地球なんだけどみたいな。見てないっすね、ナスカ天心。思わない？うん。笑顔で楽しくやって、ね、酒とかうまく飲んでたら楽しいんじゃねえのみたいな。俺はそれでいいけどな。うまい飯食って好きな人と、だから好きな人と理論ですよ。共産主義の中で一つの夢になりたいやつわかる？いや俺そんな共産主義とか語ってないよ。資本主義を否定もしてないの。よくわかんねえっつってんの。なんかこう将来の不安とか貯金をせねばとか
学歴がどうこうとかは分からん。だから頑張って働くと。楽しいことやって仕事を楽しむと。稼ぐと。で、うまいもん食うと。終わり。それで俺は満足っていうか。あとは楽しい仲間に新しいことを教えてもらって、あっちにうまい店があるとかさ。あっちに綺麗な景色があるとか。うん。俺はそういう感じだね。ひたすら徹底して、うん、筋肉増えたよね。腕すげえ太くなったよ、うん、捨て頃効果っつうかね。やっぱ鍛えたら腕は太くなるわな、うん、でもそれでも細いけど、あ、でも落ちてるな、うん、肩がでかくなったから T シャツが全然当たるところ変わってきたけど、まあ、また太ってるからね。ちょっと M の T シャツが小さくなってきたよね。痩せないとね。痩せて鍛えないと。男は鍛えた方がかっこいいっていうのはよくわかった。雷さんいらっしゃい。どう？ラグってる？放送。コメントどう？もう3時間ぐらい経ってくるとラグり始める頃かななんて思ってるけど。そうだね、やっぱ。男は筋肉多少あった方がいいよ。あんまりね、なんかボディービルダーみたいになっても、それ必要な筋肉なのかって思うけど。うん。ねえ。でもね、今太っちゃったんだよね。リバウンドしてて。めっちゃラグい。嘘。じゃあ5秒後に手挙げて。5、4、3、2、1、0。いきます。1、手挙げてください。2、3、4、5、6、7、8、9、10。10秒だね。ラグいね。ちょっとラグいね。最速で10秒。13秒ぐらい。マキルさんとかが。スナップとか13秒ぐらい。うん。早い人で10秒ぐらいだった。うん。和道の考え方は今は共産主義だよ。最初は資本主義の左寄りだった。うざいならコメントしないけど。お、全然いいよ。うざくないよ。いや、あのね、俺はね、マルクスはダメだと思ってんの。更新しました。うん、みんな入り直したら多分楽なくなるからね。あのね、違うんだよ。共産主義もダメなの。資本主義によってもダメなの。で、共産主義も資本主義も行きつけ先は一緒なの。理想形は。理想形は一緒なの。ただ、今は俺は共産主義なんでダメかっていうと、マルクスは頭が良すぎたって思ってんの。要はね、全員がこういう風に全員いいことやったらみんな幸せになるよっていうのが共産主義なの。でも世の中バカばっかりなの。欲まみれなの。だからマルクスのは理想系の話なの。で、逆に言ったら頑張ってるやつが頑張っていいことしていったらっていうのが共産、あ、資本主義なんだけど、資本主義はルールを守らないとぐちゃぐちゃになるのよ。要はお金が、富が集中していっちゃうので、どん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 詰まっていって結局貴族階級を作っちゃってんのよ。資本主義と真逆の状態になっちゃってんの。資本主義なんで、民主主義とか資本主義っていうのはさ、平等に頑張ったやつが頑張った分だけ稼げるっていうのが理想論だったわけじゃん。だけど相続の問題とかでピラミッドの特権階級できちゃってんだよ今。だから逆に俺は経済の話を、経済とは何なのかって、貝殻交換の話に戻さないっていうことを言ってんの、価値観を。で、極端な話、全員それやっちゃったらアウトなのよ。うん。要は、もう本当に、物々交換の域まで戻すぞ。ただ、なんで極端にこんなこと言うかっていうと、ね、なんでこんなことを極端に言うかっていうと、俺が極端なことを言うと、1% ぐらいの人が動いてくれるから。1% ぐらいの気持ち。それが楽になるっつってんの。俺は極端なこと言ってる。でも、みんなは 1% とか 5% とかでいいのよ。ちょっとやってみるっていう。それで、ね、心だいぶ楽になると思うよ。それでいいと思ってんの。うん。あ、こういうバカな考え方あんだなぐらいで。うん。うん。そんな感じかな。別に俺共産主義者ではないよ。うん。俺はどちらかというとリベラルだと思うよ。うん。もう個人主義でしょ。あの、だからリベラルなんだけど頑張らないっていう。
眠くなってきたな。はい、入る窓、ジーク入る。いいね。そう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 。でもそれは感じるっしょ。だから、あのね、左に見えても右に見えても別に構わないのよ。もう基本のんぽりだから。そう。基本ね、国とかあんま気にしてやってないの、俺。うん、なんでかっつうと、頭悪いから、俺。国を回すようなやつ、頭がいいやつが回した方がいいっていうの分かってんの。でしょ？お前なんでさ、バカありがとう。そう、ポケモン GO がまた流行り出してんだよ。近所に10人、20人ぐらい集まってたの。なんだと思った、みんなポケモン GO やってて。なに？モンスター増えたの？すげえまた流行ってるよ、新宿。うん、昨日かな？昨日か一昨日びっくりしたんだよ。すげえ人集まってて近所に。なんかレアポケモン出たんだろうね、また。この辺出るんだよ。エゴイスト？わかんないけどさ、笑えばいいと思うんだよ、俺は。だってさ、なんだろう。金持ちで鬱になるやつもいっぱい、金持ったら幸せになる確率あると思うよ。だけど、金持ちで鬱病のやつなんて腐るほどいるし、金持ちで童貞のやつも腐るほどいると思うんだよ。で、なんだろう。でも貧乏人で笑ってるやつもいるし、貧乏人で不幸せなやつもいると。で、金持ち、もうぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃなんですよ。で、俺別に、なんつうんだろう。俺別に政治家じゃないの、職業。国民全員を豊かにしなければいけないとかいうポジションじゃないのね、そもそもが。もう俺個人が極端な話、楽しいと、やべえと、でブリブリだと、決まってると、それを見せると、でやべえ、ワド楽しそうみたいな、こいつに花火投げてみようと、こいつに500円与えたらどんなことするんだろうみたいな、こいつにとにかく金を投げてみようと、それを楽しむのもんだから、俺ポケモンだからみんなの、うん、で正直出来の悪いポケモンだけど、そう、それを楽しんでる感覚、みんなの中のね、なんかキャラクターでしょ、パソコンの中で飼ってるペットみたいなもんなんだからでしょ、俺それ以上でもそれ以下でもないよ。ただリア凸してって言ってんのは、普段はみんなの中のその水槽の中で飼ってるペットだけど、実は生きてるんだぜっていうことを確かめようぜって活動の。そう、俺はポケモンだよ。うん。そんな感じかな。最低限の筋肉と金でいい。あ、筋肉大事なんだ、雷さんにとって。うん。金持ちでうつ病いっぱいいるよ。うん、いっぱいいるよ。うん。もうだから、その、キリがねえっつうか、俺らが幸せになったら俺はいいんだよ。そう、俺らが幸せになるっつうか、うん、まあ、俺らの話しようよ。共産主義でも別に左でも右でもいいじゃん、うん、俺らが笑えばそれでいいんだよ、うん、それが俺の役割だと思ってる、うん、でしょ、みんなそうでしょ、うん、だからなんかあんま小難しく考えなくていいよ。そうそう、金じゃメンタルケアできない。それはね、金を掴んだことがないから分かんないの。俺、数千万動かしたこと会社であるし、億はないの。数千万はあるの。数百万のザラにあんのよ。で、別に大したことないの。300万とか400万って金。普通の庶民からすると300万とか400万ってでかいじゃん。1年間で働いて稼ぐ額じゃん。でも、社長業とかやると、1ヶ月で余裕で飛んでく金なのよ。お店とかやったらもう数百万なんか飛ぶのよ、簡単に。右から左にパン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 飛んでくだけなの、お金が。だから、お金って流れだっていうのは経営者やってみるとわかるよ。サラリーマンっての人を否定するわけじゃなくて、自分に入ってくるお金って20万、30万とか、ね、いい人で年収1000万でしょ？どんだけ頑張っても。でもさ、会社の経営者からしたらさ、会社の中の通帳すげえ動くんだよ。数千万、数億円。大企業だともうね、数百億動くわけでしょ。うん。私、乱ハゲ嫌い。うん、そっか。OK 。リアルで引っ越し屋やってたしよくわかる。高いマンションに引っ越すやつほど打つ。でしょでしょ、だから、その右とか左とかじゃなくて、俺もう国とかわかんねえわ、みたいな。とにかくみんなを笑顔にすることしか俺できないから。だからね、みんなと一緒に楽しもう、人生。
和田さん聞いていいよ。お金持ちもいるけど、お金持ちになろうとしてる人もいる。みもオッケーっつって。嫌いなものは見ない方がいい。俺のこと好きでいて。ことね。物事の捉え方を自分の気持ちいい方に都合よく解釈して生きられるようになりたい。あ、それすごいいいと思うよ、グリーンさん。あのね、俺、石野に言われたんだけど、和道さん生活保護苦しいって言ってたけど、俺一緒にいましたけど、あなたと。あなた生活保護楽しんでましたよって言われたの。うん、俺、ランハゲと絡んだことないからわかんない。見たこともない。俺言われたのよ。俺辛かったの。生活保護。だけど、石野一緒に住んでたわけよ。一週間。一ヶ月。和道さん生活保護めちゃめちゃ楽しんでましたよって。で、一緒に焼きそば食ったりとか、鉄板で。なんかエンジョイしてましたよねって、あなた貧乏は貧乏でって言われた時に、あ、確かにそうかもなみたいな。あんまり金じゃなくて生き方だと思ってて、うん、利益と出益ねえ、大企業はねえ、うん、日村、劣等種で心がけの良いものは労働者として使用いたします。そうでないものは放逐します。有料種で良いものは同化させます。批判的なものは粛清させます。日村、俺ね、最近、おかえり、通帳なんて1年何枚かあるかわかんない。あのね、俺思うんだけど、最近ね、俺が敵を作ってんの、仮想敵。仮想敵はね、人間。カタカナで人間。要はさっき言った保険を売るやつとか人間なの。俺の敵は人間なの。俺らは人なの。俺らは心を持ってんの。だから心を使って生きるの。心を捨てて社会に溶け込んでるカタカナで人間ってやつがいるの。そいつらは論破とか正論とかしてくるの。俺は人間と戦ってるの。カタカナで人間。人の形をした人でないもの。俺らは人だから、ヒューマンだから。ただ人間は敵だから、俺にとって。うん、また来てね、ジャッパさん。いいっす。人間いっぱいいるでしょ。いらない？周りに。機械みたいに心を閉ざして。そう、人間、ノリコ。そう。人間はやばいよ。そう、人間。そう、俺ら選ばれだから。そう、俺らは選ばれなの。そう。そう、人間が敵、俺は、うん。人間に心を取り戻す戦い。そう。俺の敵は人間だよ。話を聞いてると、和道さんはその境地に行けてる気がする。その境地。うん。俺はまだまだ枠に捉えられてる。どうなんだろうね。思ったことを言ってるだけだよ。ネガティブなやつが感じかいでもポジティブ。あのね、あの、先輩に教わったのは、すげえ成功してかっこいい先輩なんだけど、素敵な勘違いができるようにならないとダメだよって言われた。あの、素敵な勘違いっていいんだよって。で、夢を語ってるやつって笑ってるだろうって。お前夢を苦しそうに語れるって。好きなものを苦しそうに語れるってできないだろうって。だから、お前は素敵な勘違いをする人間になれって。それはいつか現実になるからって。3年間か5年間素敵な勘違いをし続けなさいって。で、いつかそれが現実であることに気づくからって言われた。で、俺はその生き方実践したの。そしたら、なった、うん。生活保護の頃に配信で飯食うんだって。素敵な勘違いを言い続けたの、3年間。うん。すごいでしょ。俺はその言葉を信じてよかったと思うよ。うん。はい、ひろみさん、わたつ。うん。あ、ごめん、3時間経ったんで、音楽2分間流します。ぜひ、僕の放送を応援してください。アイテムお願いします。2分間音楽タイムです。用意スタートです。よろしくお願いします。はい、のんちゃんバーガープレゼントありがとう。のんちゃんありがとう。マキルさん、ハート5個ありがとう。ヒトラさん、風船ありがとうございます。皆さんありがとうございます。アファーメーションについて後で語るよ。ちょっと2分間待ってて。もしよかったら風船1個でもいいんで、できれば花火がいいんですけど、アイテムください。みーママありがとう。みーママ風船10個ありがとう。ありがとうございます。
おお、琴音さん、ハートありがとう。琴音さん、ありがとうね。あー、まいちゃん、いつもありがとう。まいちゃん、風船6個ありがとう。だいたいね、1回30分延長するのに50円かかるんで、ぜひご協力お願いします。無料で延長できるわけじゃないんで、ぜひこの放送を支えてください。うまさんいらっしゃいね。楽しんでて。ご覧の番組は、アイテムをくれたリスナーさんの提供でお送りしております。ラスト1時間みんなで楽しんでいきましょう。アイテムくださった皆さんありがとうございます。はい、待ってね。ちょっと俺コーヒー飲みたい気分だからコーヒー買ってくるわ、うん、みんなコーヒー買ってくる。1分ぐらいで戻ってくるからちょっと待ってて。みんなアイテムありがとう。あ、バカありがとう、グリーンさん。ありがとう。ちょっとコーヒー買ってくんね。はい、ただいま。よし、じゃあ語らおうか。なんだろうな、なんかこうシンプルって大事だなって思うよね。そのシンプルなものって強いんだよね。複雑なものってやっぱ壊れやすいしね、緻密に積み上げるのもかっこいいかもしんないけど俺は向いてねえな。まっすぐ一本やり。猪突猛進です。あれやばい、AV の VR。ああ、まあリアルにかなわないでしょ。まあそりゃそうだよね。可愛いお姉ちゃんね、VR で見たらそれやべえよな。びっくりするよね。
でも VR とか AV ってヒリヒリしないじゃん。なんか生のセックスはヒリヒリするでしょ。それがいいよね。旅配信和蔵さん自身しんどくないですか？しんどいよ。しんどいけど、うん、しんどいよ。寝たいよ。布団で。ただ、布団で毎日寝てるわけですよ。もう忘れてんの？俺、布団のありがたみを。ブクブク太ってんだよ。だからね、なんつうんだろう。なんで旅をするのかって、旅をするともう全部ありがたみを感じるの。その、便利だなーって、いいなーって、家でご飯作れて、コンビニがあってって、外行くともう寝れねえし、カワウゼえし、みたいな。もうなんか、自然って怖え、みたいな。なんつうんだろう。空は綺麗だし、でも。なんか、とにかく不便なんだよ、旅って。お金かかるし。だから、その、自分の今の生活を再確認するための、非現実みたいな。両方とも好きだよ。ただ、どっちもどっぷり行ったらダメだと思ってんの。旅がめんどくさくなった時に、こっちに帰ってくるべきだし、この生活がダメになった、鬱になってくんで、やっぱ部屋の中こもってると。やっぱ太陽、お日様当たんないとっていうのを、両方とも再確認するんだよね。行ったり来たり。あと、いつも言ってるけど、地球に住んでるって感覚を大事にしたいっていうか、あ、地球ってあるんだみたいな。日本って本当にあるんだとか。例えば、今回沖縄行った時に思ったのが、沖縄ってすごい近いの。俺にとって沖縄って遥か遠くにあったのよ。で、テルが誘ってくれなかったら行くこともしかしたらなかった。旅配信やってるっつっても。テルの行こうよっていう一言で行けたんだよ、俺は。で、その時に片道1万円で行けるし、2時間かかんないの、飛行機で。すっげえ近いんだよ。2時間であの異世界に行けるの。俺の中では沖縄もうすぐそこにあるの。行こうと思ったら今すぐにでも行ける距離なの。だって5万円入ってんだもん。俺今沖縄行こうと思ったら行けちゃうのよ。だから心が沖縄を遠くにしてたけど、沖縄がギュッて狭くなったんだよね。俺、新宿から沖縄の距離っていうか。これがリアルな距離なんだよ。で、Google で沖縄の画像見てもダメよ。沖縄の女の子の可愛さとか、おおらかさとか、うん。店員の舐めた態度とかは、沖縄に行かないとわからないよ。適当な接客っていうか、タクシーの運転手の異常な好感度とか、そういうのはやっぱ生で体験するものでしょ。うん、AV 見るよ、うん。でも AV よりも生のセックスが好き。ごまさん、ただいま。セクサロイドが一般化されたら風俗業も潰れて女たちは強いよ。あ、ない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 。セクサロイドっていう風俗ジャンルができるだけなの。で、ペッパーくんを見てごらん。ペッパーくんポンコツだから。のんちゃんがね、ペッパーくん、和藤さん、ペッパーくんがいるよっつって。おー、ペッパーくんがいるね。のんちゃん喋らないとっつって。うん、和藤さん、ペッパーくん喋ってくるねっつって、ゲームセンターの方に走っていくの、のんちゃんが。で、ペッパーくん、こんにちはって言ったら、ペッパーくん、ウィーンっつって。今、お得なクーポン券が発行されてますよ。こちらをクリックしてね。違う。ペッパーくん、こんにちは。お店にはお得な情報がいっぱいたくさん流れているんだ。こちらのクーポンを発行するととってもお得だよ。違う。ペッパーくんって。セックスにならない。すごいよ。ペッパーくんとちゃんと向き合っていかないと。で、脳で考えてんの。自分さえ良ければさんは。もう漫画とか見すぎなの。アニメとか。高架機動隊の見すぎ。ペッパーくんを見たら人工知能がいかにアホかわかるから。ペッパーくんあかんから。で、ペッパーくん30万、300万ぐらいでしょ。今、現時点で、ね、はるか未来だよ。まず、ダッチワイフの方がまだいい。うん、ポンコツ、ペッパーくん。全然ダメだった。次はどっから出発するんですか？この家からですよ。この家から出たら旅スタートだから。うん、そう。だってオナホールじゃん、結局セクサロイドって。結局オナホールなんだよ、プログラムだ。だからね、俺思うんだよ、エロ本書いてるのっておっさんなんだよ。
で、おっさんが萌えーっつって書いてて、可愛いだろーっつって書いてて、おっさんが手こきをするんだよ、自分で。だからおっさんとおっさんの絡みなんだよ。どんなに可愛い女の子、アニメでも何でもそうなんだけど、あれ書いてんのおっさんだから。だからおっさんとおっさんの、こう、セックスだよ、あれは。新しい。そう。ペッパー、だってそうでしょ。多分セクサロイドをプログラミングするのおっさんだから。おっさんが、こう、やるんだよ。そうだね、愛のあるセックスには勝てないね。その通りだよ。うん、KP。どんな出会いが待ってるかな、次の旅は。楽しみだな。いろんな人に会うんだ。今ね、ちなみに出会ったリスナーさん109人ですね。リアドツ旅。ね、109人。ありがとう KP。 あ、まだ持ってんの KP。 アイテムストックしてんな KP。 KP アイテムいいよね、これね。定番化すればいいのに。ルート、これ毎回説明するしないといけないんだよな。まあ、いいや、何度でも言おう。俺は5分後何やってるか分かりません。5分後の未来想像できる ?1 時間後、1年後、10年後、100年後。俺1秒先の自分すらも分かんないんですよ。で、俺ケミストリーだと思ってんの、本当に。俺とヒロミさんのケミストリーだと思ってんの。全部が。で、全部が人なの。俺にとっては。人と人との関わり合いがドラマだと思ってるから、未来のことなんか微塵も考えてないっていうか、で、何やるかなんてわかんないし、何が起こるかもわかんない。その時その環境で必死に楽しむっていうか、夢の中で生きるっていうか。だから何も考えてないんです。で、遠くにあるゴールは俺は知ってる。俺は、仲間がいっぱいいて、友達がたくさんいて、日本中にね、俺のこと好きな人がいて、で、俺も全員その人たちが好きで、で、みんなと楽しく毎日暮らしてるっていう。で、俺はその人たちから花火を投げて生計を立ててると。それが俺のライフスタイルなのね。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。だから、今しかないです、僕が考えてることは。Now ですね。今しか変えられないし、今しか楽しめないし、未来なんてね、今の積み重ねに過ぎないから、俺は今のことしか考えてない。だから未来のことは分かりません。はい。それが僕です。だから俺がもしね、未来のことかだったらね、占い師かお前って言って、ちゃんと。もうどうしたって、お前予言者かって。10分後トイレに行く確率、どうだろうね。今のところ尿意はまだ催してないけど。尿意を催した時がトイレに行く時だから。今日うんこ漏らしそうになったからね。ヨドバシカメラで焦ったからね。そう。だから、なんだろう。旅行がしたいわけじゃないんですよ。もうプラン決めたら旅行だと思ってて。なんかもう決められたことをなぞるぐらいだったら死んだ方がいいよね。リッスンつってね。ケンさんいらっしゃい。だってね、ねえ、つまんなくない?せっかく生主やってんだよ。せっかく生主やっててさ、明日何々しなきゃって言ったら終わるよね。まあ確実なのは明日も放送やってるだろう。俺にとっての仕事、そのね、ミッションっていうか、使命だよね。使命は配信やること。で、配信で億万長者になることがとりあえず当面の。ここ10年の、あれだから。まあ、楽しみながら、険しい道を登ろうかな。結構風当たりきつくなってきたけどね。嵐が来てるけどね。そう。ぶったたかれながら前に進むんですよ。
充電はね、今 60% だから、20% で、4時間か。4時間で3時間半。3.5で何パーたまった？ 3.5 で40%だから、あと3時間半で充電たまるから、もう今日寝るな。明日だな。起きて旅出よう。それでいい？まあダメっつってもそうするけど。今日は飯食って、充電完璧なボディを作って、完璧に心、あれして。で、明日起きたら、とりあえず歩くか。とりあえず家から出て、とりあえずどっかに向かおうか。明日は明日の風が吹くで。明日という波に乗ればいいじゃない。明日決めよう。まあみんなで言う8月1日だから今日だけど。俺にとってはまだ31日だから。なんでダメなの？ なんでダメなの？ なんで俺が稼いだ金を俺が使うのダメなの？ スナップさん。おかしくない？ おかしくない？なんで俺が稼いだ金を俺が何かに使うのダメなのかがよくわかんないんだけど。それスノップさんがさ、パチンコ嫌いなだけでしょ？なんか別にね、どこの誰が酒飲もうが、風俗行こうが、タバコ吸おうが、俺絶対口出さないよ。人が稼いだ金。タバコ嫌いなやつがさ、タバコ吸うなよっつって、なんで俺の金、俺が稼いだ金なんだから、おめえが言うなよ、みたいな。パチンコやろうが何やろうが何でもいいよ。だって俺、旅先でパチンコ50万買ったんだよ。郡山で。すごかったよね。好きに生きるよ、そこは。身になる金使ってほしいから。まあ、パチンコはね、まあ、身にはならないよ。あれは憂さ晴らしだと思ってるから。堕落しに行く場所だからね。まあ、でも、それでも、自分で決めるよ。パチンコを使うかどうかは。自分で稼いだ金だから。まあ、でも、言わんとしてることはわかるけどね。だから、旅先でパチンコとかダメじゃんって言うんだったらわかるの。スノップさんが、旅先でパチンコはダメだよ、ワード。ダメだよっつうかさ、よくねえんじゃんみたいな。言い方だったらわかるけど、ダメだよって言われると、いや、俺が決めるわ、つって。そんな感覚かな。ダメも含めて俺だから。やるかやらないかはその時決めるよ。和道さんらしくていい。なんかね、なんだろう、なんか嫌なんですよ。どんなに仲いい人でも、どんなに家族だろうと、俺は俺を守るっつうか、俺しか俺を守れねえっつうか、俺の生き方は。だから、俺がもしダメだったとしても、俺は受け入れると。俺のダメさを。俺は俺を守ると。ただ、ダメさから学ぶと。だけど、俺がダメなことをするのか、いいことをするのか、決めるのは俺じゃないと、じゃないと、人のせいにしちゃうと思ってんの。全部自分のせいにしちゃうのね。ダメだった時、あ、俺の生き方悪かったなって。誰々に何々言われたから、おめえが悪いんだよっていう生き方、ダサいと思ってて。クソダサいじゃん。で、そんなやつって何にもできない。だから、ダメなことも含めて俺のやることだから。
それを笑ってみてほしいっつうか、ワードダメだなーっつって、ダメだったわごめんって俺の口から言いたい。あ、みんなごめんって。うん、そう。でもその決定を誰かに委ねちゃうと、それこそ普段言ってるさ、一本の俺の映画が一本、俺の人生が一本の映画だったらシナリオ書いてんの俺だからって言えなくなっちゃうんだもん。スノップさんの言うこと聞いたら、スノップさんのシナリオで俺生きたことになっちゃうから。で、お前の映画ダメだったよって言われた時、お前の人生ダメだったよって言われた時に、そのスノップってやつがこう言ったからだよって言ったらクソダサいでしょ。だからダメなことも含めて俺が決めるっつうのはそこなんだよ。だからもしダメだったら笑ってくれっていうこと。で、ワドダメだな、こいつって。それはオッケーな。ワドダメだよって。それはいいの。そう。だけど決定は俺がすると。うん。そう。自分の道は全部自分で決める。そう。誰にも俺の人生はプレイできないぜ。そう、全部楽しんでほしい。ダメなところもいいところも、苦悩するところも、いいところも悪いところも、可愛いところも汚いところも、全部和道だよって。そう、全部含めて俺を見てほしいの。だから囲えなんて言ってないの。囲いとかいらないの。アンチもいらないの。両方ともいらないの。そう、全部含めて俺どうっていう、嫌い、好きって、楽しい、つまらないって、それだけなの。うん、俺がやってることは。そう、ザッツエンターテイメントだ。そう、それが嫌なら配信見なくていい、支援だってしなくても。そう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 。だけど俺は支援されないと食っていけないわけだから、みんなに支持される生き方は目指してるよ。だけどそれは俺が経験しないとダメなんだよ。なんでかっていうと、俺今本当に感謝してんのよ。うん、嫌いとか好きとか 言っていいの。ただ俺の人生に口出しはさせないってこと。スノープさん、あの、俺めんどくさいっすよ。スノープさんが思ってる、多分最近来たリスナーさんだから、多分俺の取扱説明書わかんないかもしんないけど、俺っていうおもちゃは一回取扱説明書を手に入れると、あ、こいつワドって意外とシンプルなんだって分かってくる。ただそれをつかむまでがめんどくさいの。なんだこいつ、いちいち噛みついてきてよって。でもね、コツはね、シンプルの意外と、あ、三つぐらい守ると、あ、こいつラジコンとしてコントロールしやすいな、みたいな。で、なんでかっていうと、俺は花火を感謝したいのよ。本当に。もう500円取る難しさって誰よりも分かってるの。人に1000円投げてもらうっていう難しさ誰よりも分かってるの。で、本気で毎回感謝したいの。風船1個、花火1個に。あぐらかきたくないのね。そう。だから、その、なんつうの、苦痛も苦悩も金稼ぐことも全部俺の中の答えを出したいっていうか。口出したつもりはないんだけど、まあ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 、まあ、だからブロックとか入れないじゃん。めんどくさかったらもうブロックバイバイっつうから。そう。意見は受け入れるから。だから意見言われたら意見返すから。うん、そう。別に怒ってるわけでも敵意も感じてないから、スノープさんがわかるよ。愛で言ってるの。親心で言ってるっつうか、兄貴心なんかわかんないけど、スノープさんが男なのか女なのかわかんないけど。そう。こんばんは、チョクさん。ハートありがとう。ありがとうね、ハート。そう、否定はしてないと思うよ。ただその肯定的にいいアドバイスだとしても、俺はそのなんつうの、俺が決めっからっていう感じなの。めんどくせえだろ俺。そう、窓に入った金は窓の中、それを窓がドブに捨てたと思ってもめんどくせえ。そう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 、決定権は俺にあるんじゃねえかっていう、金の使い方に関しては。そう。だから、まあ、ね、めんどくせえ生き方してるよ、本当に。でも楽しいんだよね、この生き方が。売れ線狙わないけど、飯食おうとしてるロックバンドみたいなもんだよね。それでね、成り立つんだもんね。だから、マキシマムザホルモンになりたいよ、俺は。マキシマムザホルモンって、売れないと思ってたもん、俺。ずーっと。本来、売れるバンドじゃないんだよ。センスはいいけど、やってること考えると。だって、イケメンがいないでしょ、まず。ただもうゴリゴリに音楽で押してったな、やりたいことだよ。あれはかっこいいよね。メジャーであそこまで行くっていうのはすごかったよ、ホルモンが。だから本質をついてたからでしょ、ホルモンが。だから日本の音楽シーンがね、
めちゃめちゃじゃん、もうぐちゃぐちゃじゃん。もう会いたくて会いたくて震えるわけじゃん、俺らは。ねえ、チュージュートレインなわけでしょ、日本は今。チュージュートレインで会いたくて会いたくて震える感じだけだなわけですよ、ジャパンは。だけどホルモンはね、ずっとね、やってきたわけじゃん。ホルモンが売れたのはすげえと思う。でもね、そういう時代だと思ってるよ。うん、ファンは大事にしてるよ。仲間大事だよ。だって俺、それが全てだし、それしかないもん。金を持ってるやつに決定権があるんだよね。アイテム投げる決定をしたのは投げるやつなんだから、金の使い方というか。あ、ね、いや、別にね、スノープさん、攻めてないな。ちょっと、寄らないでほしいつか、あんま攻めないでほしいつか。うん。なんだろう。そう。で、俺、何かをやるからアイテム投げてくれじゃなくて、もう対価で投げてほしいの。今喋って、全力で喋るから。で、俺先出しがいいのよ。要は食券買ってくださいシステム嫌いなの、結構。だってさ、500円払いました。出てくるもんが違いましたって。損した気分になるでしょ。違うと。俺のトーク聞いてって。俺の料理食ってって。いいの、タダで食えと。そういうスタイルの。いいから、食ってみろと。俺のトークを食ってみろと。で、1時間食って、どうだったって。いくらっていう。それで花火10発くれる人もいれば、風船1個の人もいれば、価値がないと。死ねと。ハゲと。詐欺師だと。いう人もいろいろいるから面白いよね。俺はとにかく先に出すから。うん。もらってから出す店は嫌い。食券システムはうちの店採用してないよっていう。石野くんは食券システムだよね。花火が一発上がったら30分喋りますよっていう。うん。そう。俺は逆。いや、まず食えと。もう、極端にまずかったら金もいらねえと。そういうスタイルでやってるから。うん。うん。やたら同調さ。まあ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 。まあ、うちのリスナー癖強いから。うん。旅はどこ行くんですか？チョクさんね、オッケー。またこうなるんだけど、オッケー。チョクさん、俺、すげえ本気で答えるから、本気で聞いてほしいよね。5分後の未来わかんねえ、俺。10分後死んでるかもしんないし、1年後死んでるかもしんないし、10年後億万長者になってるか、貧乏人になってるか、ホームレスになってるか、サラリーマンになってるか、子供がいるか、女の子なのか、男の子なのか、何にもわかんねえ。5分後すらわかんねえ、うん。俺今しか生きてないの。だから、どこに行くのかなんか、行きたいところに行くだけさ、その時その場、その感覚で、俺こっち行きてえわ、と思った方に行くよ。わかんねえ、何も。未来のことは何一つわかんねえ。ただ、大きいゴールは3つ。もう、こっち行きてえっていうのはあるけど。うん。行くかどうかもわかんないし。ちょっと楽しんでるね。その時やりたいことをやります。はい。チョクさん、そんな感じです。うん、あ、でもね、ラスプーチンそうよ。投げる人。要はね、おい、ワード買うわ。お前の、生き方、貫けよっていうのが要は支援だから。そう。要は、好きか嫌いかなんだよ。好きな人は投げるって。わあ、飯食えワード。100円やるよ。脱身しろって。これで気持ちいいじゃん。かっこいいじゃん。なんかいいじゃん。行きじゃん。それでよくない？ワード、どっか泊まれ。ホテル泊まれ今日は。とかさ。疲れてんだろって。マッサージ。行ってこいみたいな。そんな感じでいい。うん。1秒先わからないとか、やらない人の典型的な言い訳によく使われてるよね。知らない。俺やってる人だから。チョクさん、ハートありがとう。ハートありがとう。うん。ありがとう、チョクさん。うん。自分の発言を持たせないテクニック。俺、だって自分の発言に責任なんか持てないもん。だって約束をしたら約束守んないといけないのよ。だるくない？俺なんで生主やってるかっていうと、上司の言われたことは素直に聞けない。約束の時間も守れない。言われたことには歯向かう。向いてないんだよ。人間向いてないの、俺は。人間に向いてなかったの。だからもう心使う動物になろうと思って。うん。だから、発言を持たない責任逃れだって言っても、そういう捉え方もできるかもしれないけど、俺からしたら、堅苦しいの苦手なのよ。そういう捉え方もできる。要はダメな大人でしょって。うん、ダメですって。でも俺は楽しいのよ、それが。
なんかその時の感覚とかフィーリングみたいなものを信じて生きていくっていうのがすげえ楽しくて、うん、わかんない、スリリングだよ正直。だってね、来月食えないかもしんないじゃん、ホームレスになってるかもしんないじゃん、うん、そうだから、うん、自分に責任が持てないから、ま、破る約束するぐらいだったら何も考えねえわっていう、約束すらしねえわっていう感覚に近いかもしんない、ラスプーチン。それの捉え方じゃん。そう、それはこれから行動を言わないっていうのは自分の発言に責任持たないテクニックだよねっていう言い方もできるけど、俺はそうは思わないよ。俺自分の感覚で誰かに迷惑かけたくないから、そもそも約束しないっていうだけなんだけど、うん、感じたまま生きた方が楽しいし合ってるっていうか。そうそう、みんな深く考えすぎなんだよ。俺何にも考えてないから。そう、それはあると思う、がゆいさんの言う通りで。結構深く考えすぎっつうか、なんかね、理由があると思ってんのみんな。俺がやることに理由なんて何一つないよ、うん、理由はない、理由はいらない楽しければいい、うん、和藤さんの意見も楽しい。あー、すげー嬉しいわそれ、すげー嬉しい。全然いいの、楽しく。もうだからいつも言ってんだけど、みんなのパソコンの中に飼ってるペットだから、で可愛くないペットだから可愛くなさすぎて可愛くなってきたみたいな、3週ぐらい回らないと可愛くないこいつ憎たらしいな、うぜえなーって。あ、でも餌与えないと死んじゃうなーって。パソコンの中にこう、ギューってブラウザ小さくしていいや。ちょっと飼っててほしいの。パソコンの端っこの方でも。で、なんか面白いこと、なんか面白い動きを始めたらギューってでかくすればいいの。うん。サオさんに似てきた？どうだろうね。うん。いや、テクニックを使ってる気がしないの。本当に感じたまま。昔は結構打算的に生きてたのよ。向いてない。頭悪いの俺。本当にテクニックじゃない。本当に思ったまま今言ってる。だから乗ってるでしょ、心が。説得力があるでしょ、変な。それは乗ってるからの。心の中のバイブレーションが言葉に乗ってるんだよね。で、振動してみんなに届いてる。あ、ね、計算するとね、やっぱダメよ。パチンコ台が1台うまく空いてると迷わず勝つ確率が。へー。おー、面白いね。最大の爆笑、和道が億万長者になったらみんな爆笑できるのは、それでいいよな。いや、どうなるんだろうね。俺が本当に億万長者になったら。だからそれが、俺が夢とか叶える喜びって、そこだと思ってて、要は配信で今食ってるっていうことをリアルに語れるわけよ。リアル、リアルでしょ。だって本当に食ってるんだもん。とか、50万円稼いでますって。俺次100万稼ぎたいの。そしたらまたみんなにシェアできるんだよ。配信で100万稼ぐってどう？何が辛くて何が楽しくて、どこが予想と違ってどうだったっていうのをリアルの想像じゃないんだよ。でも今は100万稼いだこと想像でしかないじゃん。リアルが知りたいの俺は。うん、リアルが。寝れなくなる。いいいい、楽しもうよ。ね、いいじゃんいいじゃん。熱くなってるとかいいじゃん。ヒートしてるのはいい。そう、俺はなんかリアルな経験してきた人はリスペクトしてんの全部。だから俺ドレさんの格闘技を一回もディスってないでしょ。格闘技に関してはドレさんを俺はリスペクトしてるし、あの人を20年間積み重ねてきた技術っていうのはすごいと思ってるから楽しいと思ってて、俺はそういう本物が好きなの。偽物は嫌いなの。そう、偽物は特有の嘘つきの顔つきになるの。だからもう全部リアルを語っていけるような大人になりたいっていうのが理想で、じいさんとかになった時に世界にはこんなところにこんなもんがあるぞとか、あそこはいい女がいっぱいいたなとか、あそこはなんかすげえ野心家が多かったとか、あそこに綺麗な景色がある、そう、五色の沼があるとか、ね、うん、その色はどんなだっていう、そうそう、そういうじいさんになりたいから、俺はだからそんな感じかな、うん、ひらめきで生きてる。昔は結構考える方だったけど、うまくいかないんだよね。考えて理想系の自分作ってプロセス書いて、それ通りに毎日こなして、全然ダメなんだよね。心折れるんだよね。で、その時感じた。向いてねえって。俺は感じようって。遠くの一点だけはブレてなくていいやって。ただ計画はやめようって。そこに向かってひたすらまっすぐまっすぐこう、波に揺られて、大波が来たら隠れて、風が強い日は守って、雨が降ったら家に寄って、でも向こう側だけ見てよって。その向こう側さえ見てれば絶対歩いていくから、ゆっくりでもいいと。これだけ見てりゃいいやって。あとは追い風が来たら走ったりとか、
仲間ができたら背中を押してもらったりとか、でいい女に癒してもらったりとか、それでいいよ。うん。うん。ドレさん強いよ。うん。そう、そう。で、その未来は今の積み重ねだから、一歩でも進んだら未来近づくわけじゃん。遥か遠くても、億万長者遠いよ。見えねえよ。見えねえよ。ワードでしかないの。俺、億万長者だって。ただ、奇跡なんだよ、それって。人間って奇跡を起こしていいじゃん。奇跡に向かって何が悪いんだよって。30歳で夢見て何が悪いんだよって。俺、それしかないんだもん。配信しかないんだよ、俺。みんなには仕事があったり、家族があったり、子供があったり、いろんなもんあるだろう。みんなあるだろう、キラキラしたもん。俺、配信しかねえんだぜ。配信で夢見てなんでいけねえんだよ。配信しかねえんだから配信で夢ぐらい見させてくれよ。そこに走らせてくれよって。うん。和子さんね。人を信じる信者よ。話中に絶対必ずって対応する人は信じちゃいけない。窓はそれがないかな。だって俺絶対なんて世の中ないと思ってるもん。あ、でもね、必ずっていうのはある、使うよ俺。それはね、自分の信念語るとき。俺は絶対っていう。俺はっていう。その、鼓舞するね。その、自分にした約束は守りたいの。要は配信で食うとか、自分に約束する。リスナーさん1万人に会いに行くとか。これは、リスナーさんに約束したことじゃないの。旅をするとか。俺が俺に約束したことなの。で、旅ってさ、みんな企画だと思ってんのよ、これを。最近考えたことだって思ってるかもしれないけど、違うの。俺の子供の頃からの夢なの、これは。だから、他人にとやかく言われたくないの。旅、口だけじゃねえかって。知らねえわ。おめえが勝手に信じたんだぞ。俺は自分、子供の頃の自分に、砂付近とか車虎次郎みたいに生きるって決めたんだよ。俺はその子供の頃の自分を守りたいの。夢叶うぞって、お前の未来は。和道くんって。島津高光くんだよ。高光くんって。お前は未来生まれ変わるんだと。で、お前は車虎次郎みたいに世界中歩くんだって。それでいいんだよ。俺が子供の頃の夢見た俺の夢を叶えに行ってるだけなんだから。誰にも口挟ませねえよ。そう。そう、自分への誓いは絶対っていうことは使う。なんでかっていうと、鼓舞しないと心折れるから。うん。そう。自分の約束を守らせないといけないと思ってる。そう。うん。そうそうそう。過去の子供の頃の自分の夢を叶えてあげたい。だから、そのね、リーバイスのジーパン履きたかったんだよ。小学生の頃さ、友達がエドウィンとかリーバイス買ってんのに、俺ジーンズメイトのジーパン履いてて。で、今ね、3万円のさ、ね、レプリカかもしんないけど、ヴィンテージ履いてるわけじゃん。金持ちの子供とかさ、親から小遣いもらって買ってたんだよ。リーバイスの501とか。俺606だかんね。うん。今津さんこんばんは。付箋ありがとう。そうそうそう。俺はなんか知んないけどリーバイスが好きで。エドウィンなんかちょっとボタッとしててダメだなと思って。みんな買ってたんだよ。うん。そうそうそう。だからリーバイス履きたいなと思ってて。で、リーバイショップで買ったから、ちょっと嬉しかったよね。だから、ゆっくりゆっくりさ、子供の頃の夢を回収していってんの。ミニ四駆とかもそうでしょ。お父さんに作ってもらってたんだよ。で、俺、親父いなかったから。で、親父いたとしてもミニ四駆なんか絶対やんなかったから。そうそうそう。かっこいいマシン作ろうとかさ。それがね、本当に不思議なんだけど、俺が、一番最初に夢見たのは映画なんだよ。映画監督のスティーブン・スピルバーグなんだ。で、俺は生まれて初めて買ってもらったカメラの。だからね、これ運命感じるんだよ。このカメラに携わる仕事。すごくない？俺にとってはこれ映画なんだよ、本当に。笑うかもしんないけど、大げさかもしんないけど。この時代だってさ、こんなことができるんだよ。子供の頃、何十年前、30年前のこと考えてよ。インターネットって、こうカメラを所有できて、世界中と繋がれて、で、会話ができて、で、ストーリーも自分で組めて、
リアルな旅ができるんだよ。そんな綺麗じゃないけどね、映画ほど。でもこんな高画質で、こんな高画質なものなかったんだよ。この画質ってすごいんだぜ。うん。あ、まあドキュメンタリーだけどね。それはほら、俺がそのマイケル・ムーアとかと出会っていって、かっこいいなと思って、ちょっとずつ変わっていくけど、かっこいい人がミックスされていくから、やっぱり。うん、俺はだから最初インディ・ジョーンズになりたかったの、本当は。で、その時言われたの、インディ・ジョーンズになるって。え、考古学者になりたいのって言われたの。え、何言ってるかわかんないっつったら、あれは映画って言って監督がいるんだよっつって。で、作られた物語なんだってお母さんに教えてもらったら、じゃあカメラを買ってって。そう。俺はじゃあ、インディ・ジョーンズになり、要は、インディ・ジョーンズになりたい。でも、インディ・ジョーンズは世の中にいないと。あれは作られたものなんだ。じゃあ、俺が作るって言ったの。そう。ハリソン・フォードね。うん。アクセジーンズ買う文句言うのもバカだなって思うわ。いいじゃん、自分で稼いだ金で沖縄で合流しても何も後ろめたいことない。ないない、全然。楽しかったよ。うん。バドーさんとディベートしたいの。全然いいよ、全然いいよ、何でも。うん。うん。でもね、ディベートはやっぱダメだよ。要は、俺が理想、ディベート好きなんだけど、好きなんだけど、結局ね、何を言うかなんだよ、ディベートって。正論を言った方が勝ちとか、心を動かした方が勝ちなんだけど、本質は俺は違うと思ってんの。あのね、間違ったことも正しいこともどうでもいいんだよ。いい話ができる人間になるかどうかの。いい話を作るのはダメなの。生き様なんだよ、語りも。でしょ？だから、経験に勝るものないの。本当にかっこいい生き方してたら、すべてがかっこいい言葉しか出ないのよ。矢沢永吉とか、長渕剛になんでファンがいるのか。あんだけ熱烈に支持されるか。生き方がかっこよすぎるからなんだよ。な、何言う？だってさ、矢沢永吉のライブね。日本人の心取り戻そうぜ！忘れてねえか、日本人の心。俺の愛犬紹介する、カモン、レオって言うんだよ。で、ハーレー・ダビッドソンでズババ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 って入場してくるの。で、聞いてください。Close your eyes。アメリカにかぶれすぎだからね。言ってること全然間違えてんの。でもかっこいいんだよ。何を言うかじゃない。誰が言うかな。誰と言う？誰が言うか。俺が言うてんだもんって言わせたいの。うん、和道が言ってんだから間違いねえよって言わせたいの。キッズに。ゆいかさんじゃないよ。がゆいさんだから、うん。マックスさんいらっしゃい。うん、おはよう。言った。次はこも行くよ。今日楽しい。リッスンって呼ばれてることはどう思ってんの？いいんじゃない？なんだろう、イエス・キリストっているんだよ。で、イエス・キリスト知ってる？みんな。イエス・キリスト知らない人いる？大丈夫。イエス・キリストの話しようと思うんだけど。ナミニャいらっしゃい。イエス・キリストってみんなご存知ですか？あのね、すげえ有名な人らしいのよ。で、多分ね、世界で一番有名なやつらしいんだよね。で、すげえ正論を言って、すげえ正しいことをやって、神様みたいな人だったんだって。でもね、殺されたんだよね。うん。悪魔だ、つって。あいつは、間違ったことをやってる、つって。殺されちゃったんだって。そういうもんだよ。そういうもんだよ。でしょ？そういうもんだって。ああ、周りから批判された時とか、自分が言ってることを否定された時ってどう思い生きてますか？わかんねえやつにはわかんねえなっていう感じ。でも、わかろうとしてくれる人とか、わかってくれる人がいるんだよ、今。それを大切にすればよくない？うん。わかろうとしてくれる人とか、ってくれたりとか、少なくとも面白いって言ってくれる人もいるんだよ。あ、まあわかんねえやつに何言ってもわかんねえからさ。うん。おい、ブーハイいらっしゃい。うん。そう、意味がわからず、俺はそのリスナーっていう例えでね、イエス・キリストって何を言ったかっていうと、リッスンって言ったの、まず。
弟子たちにまずリッスンっていうところから始めたの。で、弟子たちは聞く体制を整えてから、そう、説法を聞いたわけじゃん。いや、説法じゃないけど、要はその文句を聞いた。だけどリスナーって言葉は違うよって、みんなもんね、コメントを書くわけじゃんって、だからオーディエンスっていう言葉がいいんだよっていうことを言ったの。俺は別にまともなこと言ってるな。そしたら和道がみんなにリッスンリッスンつって聞けって言ってるって、どれが間違って湾曲して広めたのよ。でしょ、湾曲して広めたの。だから俺からしたら何を言われてんだろうみたいな。俺別にみんなに聞けじゃなくて、みんなオーディエンスだよって言っただけの。リッスンってリスナー、リスナーって意味でしょって、それの例えとしてリッスンって言って、それ信者じゃんって、それ違うよねっていう話をしたのに、和道がリッスンって言ってるって言われたの。全然違うじゃん。ユダヤ人だよ。ユダヤ教を広めた人だから、イエス・キリストって。そう。うん。まあ、だからユダヤ語で言ったんだろうね。あ、聞けって。まあいいんじゃん、別に。その捉え方をさ、人の解釈っていうのを別に俺はコントロールする気はないから、俺はただ思ったことを話すだけ。で、それをどう捉えるかはみんなの自由だから、みんながそれをエンターテインメントで楽しんでもらえばいいんじゃないの。そう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 。それをもじって和道がみんなにリスン、俺の話を聞けって言ってるって広められたのよ。だから別に確認、リスンってなんで言ったのって言われたら、いや、こういう風に言ったんだよって答えられるわけじゃん。だってもともとそういう話から来てるわけだから。まあ別にね、だから、俺が面白いから、あれは二次創作だから、どれの放送っていうのは。わかる？要は、攻殻機動隊の原作なの、こっちは。で、あれは押井守だから。で、アニメ版なのよ。映画版なの。で、向こうの方が有名になっちゃったけど、こっちの方が不敬んだよ。原作だから。だから俺の指導正宗の攻殻機動隊意味わかんなかったら、別に押井守見ろよって話なの。俺からすると。うん、大衆受けするわけでしょ、向こうの方が。うん。だから、風の谷のナウシカは漫画で読んだ方が面白いわけじゃん。でも、バカはわかんないわけじゃん。だったら、映画版見ればいいじゃんって。俺はエヴァンゲリオンアニメ版見るから。で、わかんなかったら、新作見ろよって。そういう感じ。どうしようかね。ちょっと、花火欲しいっすね。頑張るんで、もう、次枠もやるんで、もしよかったら、ご支援よろしくお願いします。じゃあ、最後にアイテムタイムやるんで、それで決めようか。ちょっと、今月も100万円目指して頑張るんで、アイテムよろしくお願いします。皆さんありがとうございます。4時間枠でした。楽しかった、すげえ。すげえ楽しかった。ありがとう。うん、次枠も行きましょう。のりこバーガーありがとう。リーさん風船ありがとう。ぜひぜひ、風船1個でも構わないんで、できれば花火お願いします。次枠も。気持ちよく行きたいんで、もし応援してくれる人は応援してください。あ、そうなんだ、やり。まあまあ面白い放送を見るのがいい。俺も下ネタ結構話すよ。全然下ネタ話すよ。ああ、よかったよかった、チョクさん。もしよかったら次役も来てね。チョクさん、ハートありがとう。ハートありがとう。ありがとうございます。なかなかね、これから雑談できなくなるからね、旅が始まるから。花火ないかな？アップルカード買ってない。オッケーオッケー、待ってるよ、スヌープさん。スノープさん。もしよかったらみんなフォローしてください、初見さん。よろしくお願いします。おー、まいちゃん、風船4個ありがとう。ありがとうございます。おー、ありがとう。パフェありがとう、ゆったん。ありがとう。ありがとうございます。ご覧の番組は、アイテムをくれている。リスナーさんの提供でお送りしております。皆さんありがとう。ありがとう、ナミニャン。じゃあ残り、エンディングトークをしましょう。なんだろう。こう、なんだろうな。全然俺はネタにされてもいいけど、今の時代って、
情報のソースって言うんだけど、一次情報って言うんだけど、俺が言ったことに関しては俺がソースなわけじゃん。で、俺に質問したら簡単にソースって取れる時代なんだよ。もしくは過去の放送を見たらわかることじゃん。でも、なんか流されないでほしいかな。二次情報、三次情報。それってもう噂だから。で、その、噂は面白いよ。正直言ったら。でも、その人がなぜそれを言ったのかっていう、真意っていうのに、実はその人を知るヒントみたいなものがあると思ってるの、俺は。で、もし俺に興味があるんだったら、俺に質問してくれたら、俺は答えるよ。だからあんまり噂に惑わされてもさ、意味がないから、別に噂自体を否定しないよ。人の話をするのは面白いじゃん。いじりとかも大事だと思ってるから。ただ、俺もいろんなこと言うけど、俺は意味とか、があって喋ってるのね。その時思ったこととか、感じたことをただ喋ってるだけだから。だから興味が湧いたりとか、これってどういう意味なのって。例えばさ、俺神様について語ったことがあるのよ。で、そしたら、生主の女の子がすげえバカな子で、和道は自分が神だって言ってるよって言われたの。俺自分が神だなんて言ったことないのよ。一言も。自分が、俺は神だなんて言ったことないの。だけど、ドレさんの放送を見てたんだろうね、多分。で、ドレさんがあいつ、自分のこと神だと思ってるんじゃないのみたいなこと言ったのを思い込んでるのよ。だから俺の放送をまともに見てない証拠なのね。でも、そんな奴に人をディスる資格なんかないと思うよ。まず、評論家として三流だよね。俺は人をディスったりするときは、まず直接文句言う。必ず。本人に言う。で、言いたいことは必ず本人と議論をする。それが本当のディベートだから。自分の殻にこもって自分の枠で言いたいことは言うっていうのは俺はやらないです。皆さんありがとうございました。それでは次枠行きましょう。お疲れ様です。ありがとうございました。また見に来てください。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。